うん。どこかから聞こえてきた声に振り返る。雨が降る中、傘を持った少女は俺の方へと駆け寄ってきた。おはようございます。ミトハ先輩。おう、おはよう小傘。こんな時間から奇遇だな。先輩こそですよ。どうしたんですか？新学期早々何かやることでも？いや、ただ、ちょっと早く行こうかなって気分になってな。へえ、いいじゃないですか。たまには学校に早く行ってみるもんですよ。そういう小傘こそ、こんな時間珍しいんじゃないか？あ。まあ、そうかもしれないですね。夏休み明けなんで、少し早く家を出ようかなと思いまして。ダラダラしちゃいそうでしたし。めっちゃわかるわ。なるよな、それ。ですよねー。そんなことを言い合いながら、いつものように学校へと向かっていく。変わった点といえば、少しだけ俺の気持ちに変化があったことだろうか。あの時、夏祭りの時、俺は気づいてしまった。どうやら俺は小傘のことを好きになってしまったらしい。まったく、無茶な恋愛難易度を要求されている気分だ。そういえばなんですけど、先輩はテスト勉強とかしてきました？まあ、ぼちぼち。ふふ、じゃあ、結構頑張ってきた感じなんですかね？いや、それはどうかな。小傘の方はどうなんだ？まあ、そこそこ頑張ったとは思いますけど。おうやるな。さすが勉強のできる子。いや先輩もできる方じゃないですか。どうだか、小傘よりはできないけど。いやいやいや、真面目にやればできますって。まあ、気が向いたら頑張ってみるわ。応援しときますね。と、心地のいい会話をしているうちに、学校へと着いてしまっていた。じゃあ、またな。はい、テスト頑張ってくださいね。小傘もな。そう言って、二人別方向に歩き出す。テスト、頑張るとしますかね。そんな決意を固めながら、教室へと向かうのだった。教室に入ると、夏休み明けだからかいつもよりざわついているのを感じる。ただ、すぐにそれが間違いであることに気づく。お、ミトハ。今日は珍しく早いな。まあな。で、どうしたこのクラス？ああ、聞いてないのか。転校生が来るんだってよ。転校生？この時期にか。らしいぜ。珍しいよな。こんな時期に入ってくるの濃くすぎないか？2年の2学期って。俺だったら絶対馴染める自信ないわ。で、どんな子なんだ？いや知らん。だからこうして盛り上がってるわけよ。なるほどな。まあ転校生なんて一大イベントだからな。というか、その割には興味なさげだな。そうか？少しは興味あるけど。いやなんか普段のマリサならもっと盛り上がってそうな感じするんだけど。なんというかな。別にどうでもいいかなってのはある。男子でも女子でもそこそこに仲良くなって終わりかなって思ってるからさ。ああ、まあそうかもな。というかすごい先読みしてんな。テスト勉強のやりすぎで頭良くなったかもしれん。お、今回はやってきてんの。まあ、もうそろそろ赤点取るとまずい時期だからな。それはマジでそう。と、そんなことを言っていると、二人の人間が教室の中へと入ってくる。クラスの視線と同じく、俺の視線もそちらへと吸い寄せられる。一人は担任。ということは、隣にいるあの子が転校生ってことか？そんなことを真面目に考察していると、突如目があったように感じる。俺か？と一瞬思ったがどうやら違うらしい。視線の先には、霧雨マリサの姿があった。知り合い？そう尋ねるが、なかなか答えが返ってこない。しばらくして、放心状態が終わったのか口を開いた。まあ、うん。知り合い、だな。なんかその割には歯切れが悪そうだけど。いや。ちょっと、驚いてて。思わず巣が出てくるほどの事態らしい。こんなマリサの姿を見るのはなかなかない。とは言っても、普段から親しくないと気づかないレベルの動揺だけども。そんなことを思っている間に、自己紹介が始まっていた。私の名前は、白麗霊夢よ。そんなに人と絡むのは得意じゃないけど。仲良くしてもらえると嬉しいわ。よろしくお願いするわね。そうさらりと簡潔に言葉をまとめ、先生が指定した席へと移動をしていた。あの見た目でこの性格。美人という言葉がよく似合う人だ。まあ、癖が強そうだけども。でもまあ、あれぐらいの性格の方が、うちのクラスでは馴染めるかもしれない。うちのクラスは頭がおかしいしな。と、そんなことを考えるのだった。どこの学校でも校長の話は長い。そんなことを、全校集会に参加しながら考えを巡らせる。かつて、こんなことを思っていたことがあった。中学生になれば、校長先生の話も短くなるだろう。高校生は義務教育じゃないし、校長の話も短くなるんじゃないか。まあ、どれも幻想だったわけなんだが。とはいえ、だ。どうして校長の話というのは、こんなにもつまらなく長いのだろう。話なら家族とかに聞かせればいいのに。それに、これは俺の通っていた学校だけではない。大体どこの学校も話が長いというのだ。校長という存在は、みんな喋りたがりなのだろう。と、そんなことを考えている間に話は終わり、生徒会長がステージに上がっていた。あれ、新生徒会長か？ということは、生徒会役員決めの時期か。ご本、というわけで今年も、生徒会役員決めの時期となりました。新生徒会長を務めさせていただく伊沢良作也です。皆さんも知ってのことと思いますが、
我が校では少し特殊な形で生徒会役員の選出を行っています。生徒会役員に選ばれた方は、もちろん拒否権がありますがぜひ参加してください。生徒会に入るというメリットは、とても大きいので、もちろん、自主的に参加したいという方は私の方へ言いに来てください。これからも、生徒会活動を頑張っていこうと思いますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。以上です。ご清聴ありがとうございました。まばらに拍手が鳴る中、会長はステージから降りていた。そう、うちの学校では、生徒会、というものが少し特殊なのだ。何がどう特殊なのかというと、会長以外のメンバー決めだ。普通の学校では、多分、選挙でメンバーを決めたりすると思う。ただ、うちの学校では、生徒会長が直々にメンバーを集めるのだ。それだけならいいのだけれども、例年、生徒会は会長好みの集団となりがちだ。去年とか、お笑いグループかな?みたいなメンバーになっていたし。はてさて、今年は真面目そうな会長だけどどうなることやら。まだ、その面倒ごとに巻き込まれるのを知らない俺は、少し楽しみにしながら体育館を去るのだった。気づけばテストも終わり、これからどうしようかなと考えていると先生から呼び出しを食らう。そして、そこにはマリサの姿と、転校生の姿があった。これは何の集まりだ?思わず疑問をこぼすが、なんとなく喋りにくい雰囲気だったのもあり返答は返ってこない。しばらくすると、部屋に生徒会長が入ってきた。嫌すぎるんだが。こんにちは、霧雨さんと凛音くん、そして、白霊さんかしら?とりあえず名前を呼ばれたので各々がうなずくと、生徒会長は白霊さんの前に行き目線を合わせた。あなた、転校生なんでしょ?立候補なんて面白いことするじゃない。どうも。不機嫌そうに白霊さんは言葉を返してはいるが、生徒会長は満足そうだ。さて、白霊さんは置いておいたとして、霧雨さんと凛音くん、あなたたちを呼んだ理由というのはもうお分かりかしらね?まあ、生徒会への勧誘ですよね。よくわかってるじゃない。それで、担当直入に聞くんだけど、入ってみる気はないかしら?担当直入だな。周りくどいのもどうかと思ってね。そう言葉を返され、マリサは口をつぐんだ。さて、どうしたものかな。一応、確認してもいいですか?何でも聞きなさい。その、どうして、俺なんかを生徒会に、もっといい人がいそうですけど。ああ、入ってみたらわかるんじゃないかしらね。なるほど。まあ、正直暇だし入ってもいいような気がする。面倒ごとには変わりないが、生徒会に入るということは進路を考えた上でも有利だしな。それに、あの生徒会長の含みのある言い方が気になるというのもある。まあ、俺は入りますよ。いい返答、感謝するわ。霧雨さんの方はどうかしら?正直、今そういうことを考えるほど余裕がないというか。まあ、今のあなたはそうでしょうね。でも、面白いと思うわよ。それに、そう言って、マリサの耳元で何かを囁く。すると、何かの合点が言ったのか少しだけいつもの調子を取り戻す。なるほどね。それなら、参加させてもらおうかな。そう答えると思っていたわ。じゃあ、全員承諾ということで。あと、そうだ。この後、生徒会室に集まってもらえるかしら?顔合わせとかしたいし。それを聞いて全員がうなずいたのを見ると、一礼して去っていった。そして、十数分後、一人早めに教室を出た俺は、生徒会室へと足を運ぶ。ここか?そうつぶやきながら教室の周りをぐるぐるとしていると、後ろから馴染みある声が聞こえてくる。ミカハ先輩?結局いつ面が揃うんかい。いやほんとですよ。いつものように騒ぐ二人を見ながら、古賀里に苦笑いをこぼす。ある日の昼下がり、生徒会室にはいつものメンバーが集結していた。古賀里に声をかけられた時まさかとは思ったが、早苗まで呼ばれてるとは。ほんと、あの会長は何がしたいんだ。でも、一応白霊さんと会長いるわけなんだしいつ面ではなくね。そうだけどそうじゃないんだよ。ですです、こういうのは新しい出会いがあるって相場が決まってるんですよ。そういうことだぞミトハ。お前らはどこ基準で話をしてるんだ。まあでもいいじゃないですか。こうして見知ったメンバーと集まれたわけですし。ま、それはそうなんだよな。他メンバーいるって聞いたときちょっと怖かったし。いいですねマリサ先輩。可愛いとこあるじゃないですか。早口になるの子は。と、そんな感じで話をしていると、会長と白霊さんが一緒にやってくる。あら、盛り上がってるようで何よりじゃない。まあ、見知ったメンバーですし。それもそうね。白霊さんもどこか座ってくれるかしら?そう言ってぶっきらぼうに白霊さんは椅子に腰掛ける。そして、その様子を見た会長は話を始めた。さて、まず、招集に応じてくれたこと、感謝するわ。改めて自己紹介をするのだけれど、私は伊賀よい作やよ。生徒会の仕事でわからないことがあったら何でも聞いてちょうだいね。それで、早速仕事をしていきたいのだけれど。よろしいかしら?早速仕事ですか?何かあるかしら?いえ、自己紹介とかするのかなと思ってたりしたので。あ。でも、大体見知ったメンバーでしょ?それはそうなんですけど。そう言いながら、早苗は白霊さんの方へと視線を移す。まあ、気持ちはわかるわ。でもね、私もいろいろ聞いてるんだけどなぜか何も話してくれないのよね。というかそんな人を生徒会に入れても大丈夫なんですか?
情を知ってるからね。はあ、それならいいんですけど。それで、他に何か聞きたいことがある人とかいるかしら？その言葉を聞いて誰も反応を示さなかったのを見て、会長は話を始める。さて、早速で悪いんだけど運動会が近くてね。それで、競技やら何やらを決めていかなくちゃいけないの。要するに、それを俺たちでやるってことですか？そういうことよ。それで、早速で悪いんだけど二人一組でやっていこうと思うの。というわけで、公平にくじを作ってきたから早速やるわよ。そしてその結果、マリサと会長、小笠と白霊さん、サナエと俺という組み合わせになった。じゃあ、各自仕事を割り振るからそれをやってちょうだいね。というわけで、初日から会長に振り回されながらも仕事を始めるのだった。仕事を始めて数分、サナエが手を止めたのを見て声をかける。どうした？いえ、なんというか、仕事って案外面白いなと思いまして。まあ、そうだな。ところで水戸葉先輩、あの後小笠とは何かありました？急だな。そしてサナエが期待してるようなことは何もない。ちぇ、つまらないですね。そりゃそうだろ。夏祭り時点でほとんど夏休み終わってるようなもんだぞ。まあそうなんですけど、でも、なんというか、ちょっと先輩が変わったような気がしたんで、何かあったのかなと思いまして。そう？はい、何もないなら別にいいんですけど。ないよ。いや絶対何かありましたよね。考えられることとしては。ああ、もしかして、今更小笠が可愛いとか、気づいちゃいました？可愛いのは出会った頃から変わらんけどな。でも絶対何か心境に変化ありましたよね。まあまあまあ。一旦仕事しないか？教えてくれたらしましょう。めっちゃ食い気味じゃん。これ隠し通せる気がしません。言ってもいいのか？サナエにだったらいいのか？あ、もちろん、何を言ったとしてもここでのことは誰にも言いませんから。もし破ったら、何か一つだけ何でも言うことを聞きますよ。まあ、そこまで言うなら。やっぱり何かあったんですね。いや別に何かあったっていうわけじゃないんだけど。というわけで、心境の変化があったことについてサナエに話していく。話してるとき改めて思ったんだけど、やっぱり俺って小笠のことを好きになっちゃったらしい。なるほど。気づくの遅いですね。あんなにずっと可愛いのに、よく惚れないなって思いながら見てましたもん。いやでも、無理なんじゃないかなってどこかで思ってたんだろうなとは思うのよ。ああ、まあ、小笠人気ですもんね。でも、ここだけの話、小笠ってそんなに男性が得意じゃないんですよ。だからまあ、話せてるだけすごいと個人的には思いますけどね。あ、そうなんだ。ですよ。なんかちょっと嬉しい情報を聞けてしまったな。こんなことで一喜一憂とかしてる場合じゃないかもだけど。そういえば、サナエの方は恋愛話とか聞かないけど。何かないのか？あ、私は自分の恋愛は諦めてますから。まあ、たまに恋人欲しいなとは思うんですけど。でも、やっぱりいらないかなって。へえ、ずいぶん大人びた発言じゃん。もともと達観してるなとは思ってたけど。ま、そうですね。普段はそんなにこっちの素は出さないんですけど。たまにはいいのかなって。まあ、先輩なら。雑に話しても大丈夫かなって。そうかもな。悩みがあったら話せよ。ええ、そうさせてもらいますよ。あ、そうそう。それで一つ思ったことがあるんですけど。どうした？この生徒会のメンバー選出、どう思ってます？ああ、それな。確かに、俺が呼ばれた時点で謎な部分はあった。ただ、それが何かっていうのはよくわからないわけだけど。何したいかよくわからないメンバーだなとは思う。まあ、自分視点結構わかるところはあるんですけど。本当に私がなんで呼ばれたのかがよくわかってなくて。そうなのか？俺以外の他メンバーは可愛いから呼ばれたっていう線も少し考えてたんだけど。確かに小笠とかマリサ先輩ならわかりますけど。私なら、他にもっと可愛い子がいる気がしますけどね。そうか？見劣りしないレベルでは可愛いと思うけど。そういうのは小笠に言ってあげてもらえます？そうかもな。まあでもありがとうございます。なんか元気出ましたよ。それならよかったわ。じゃ、話したし仕事戻ってもらってもよいか？はい。というわけで、そこからは黙々と仕事をこなしていくのだった。どうも、小笠です。困りました。現在、私は白霊先輩と一緒に仕事をしております。初対面の人と何話せばいいかなんてわからないんだけど。というわけで、何とも言えない空気が流れている中、白霊さんの方から声がかかる。たたらさん、だったかしら？え？あ、はい。あなた、ずいぶん可愛いわね。私は突然何を言われてるのでしょう。いや、白霊さんの方が可愛いと思いますけど。そう、ありがとう。ぶっきらぼうにしながらも、どこか照れているような仕草を彼女は見せた。あれ？意外とわかりやすい人なのかな。少し、聞きたいことがあるんだけど。いい？あ、もちろんです。何ですか？あなたたちって、ほとんど知り合いなんでしょ？だから、それぞれの印象を聞いておきたくて。今後、関わる時の参考になるかもしれないから。
確かに、それ大事かもですね。ただ、印象か。急に言われると難しい。ざっくりでもいいのかな？まあ、そうですね。まず、サナエ、緑の髪の子はすごく明るい子です。ただ、なんとなく落ち着いてる雰囲気があって、関わりやすい子です。で、マリサ先輩、黄色の髪の人は、楽しいことが好きで破天荒な人です。だけど、どこかいつも考えてる感じで。私には、何を考えているのかよくわからないなって思う時があります。それで、ミトハ先輩、あの人は、すごく優しい人です。誰かが困ってる時、手を差し伸べられずにはいられない性格で、文句を言いながらもなんだかんだやってくれる人です。そして、能天気で、隣にいて心が温かくなる人です。ざっくりでしたけど。こんな感じで大丈夫ですか？ええ、ありがとう。そう言いながら、笑いかけてくれる。なんだろう、綺麗な人、だな。それにしても、いいわね。青春してるのかしら？え、どういうことですか？好きなんでしょう？凛音くんのこと。なんでバレて？ふふ、あんなに語ってたら気づくわよ。う、そうかも。いいわよね、青春。え、何かをこぼした白霊先輩の顔は、どこか遠くの記憶を見ているように見えた。もう、運動会すぐそこだな。ですねー、時間が過ぎるのって早いです。生徒会に入れられ数日、怒涛の勢いで過ぎていった日々も終わり、運動会が近づいてきていた。時間進むの本当に早すぎる。にしても、生徒会ってこんなにも大変だったんだなって。ほんとですよ。まあ、いい経験にはなりましたけどね。それはそう。それに、小笠といる時間がなんだかんだで増えたのも嬉しい誤算だったと思う。多分生徒会に入ってなかったらこんなに会うことなかったと思うし。生徒会様様よ。で、今日は何してほしいって言われてたんでしたっけ？なぁ。ああ、パネル作成だったかな？言ってましたね、そんなこと。じゃ、早速作りますか。そうだな。というわけで、二人仕事を開始する。二人で協力してやる作業なんだけど、これもまあなんとやりやすいことか。他メンバーと比べて、小笠は協力するのがうまい。そして、作業効率もいいからすごく楽なのだ。それに、眼福だし、うん。ミトハ先輩、どうしました？あ、すまんすまん。ちょっとぼーっとしてたわ。こうやってたまに気が抜けちゃうところだけが問題なわけなんだけども。可愛すぎるのが悪いと思う。本当に。と、そんなことを思いながら仕事をしていると、小笠の方から声がかかる。そういえば、先輩って白霊先輩と喋りました？ああ、いや、それがまだなんだよな。クラスとかで事務的な会話をすることはあれど、別にそれ以外で話すことなどほとんどない。仲いいわけでもないし。あの子、ちょっと近寄りがたいオーラ出てるしな。そういう小笠は。最初の時に仕事一緒にやってたっけ？ですです。で、どうしてそんなことを俺に聞いてきたんだ？ちょっと聞いてみたいことがありまして。なんかその割には歯切れ悪いけど。いや、そのですね。最初に話した時に、みんなの印象について聞かれたんですよ。だからその、私のことどんな風に紹介したのかなって気になっちゃいまして。あ、なるほど。確かにそれは気になるかもしれん。というか、俺もどんな風に紹介されたのか気になるし。ちなみにですよ。ミトハ先輩って、私のことどう思ってます？え？ああ、まあそうだな。いや、どう答えろと？片思い中の一般思春期男子にどう答えを出せと？気配りのできる、可愛い後輩、とか。可愛い後輩、ですか？なんか問題でもあったか？こんなことで嫌われたりしたらシャレにならないから、マジで。いや、ミトハ先輩からそんな風に思われてるのか、と思いまして。きっと、昔のミトハ先輩なら可愛いなんて言葉使ってくれなかったでしょうし。まあ、関係性の進歩だよな。いろいろありましたもんね。そう言いながら、互いに顔を見合わせてちょっと笑い合う。ほんと、仲良くなったもんだよ。あ、そうだ。運動会の日、お昼ご飯一緒に食べませんか？突然だな。というか、俺と一緒に食べたいの？はい。ダメですか？いや、いいんだけど。友達とかと一緒に食べないのか？いいんですよ。先輩と一緒に食べたいと思ってたので。そうか。じゃあ、また場所とか決めるか。はい。というわけで、着々と運動会へと近づいていくのだった。霊夢先輩、この荷物どこに運ぶんでしたっけ？体育倉庫だったかしらね。体育倉庫ですか。了解です。運動会も近くなったとある日のこと、私は、霊夢先輩と一緒に仕事を行っていた。その言葉を聞いて体育倉庫に向かおうとしたところ、後ろから呼び止められる。一緒に行ってもいいかしら？はい、いいですよ。そう言うと、少し安心したように顔を緩ませながら隣にやってくる。霊夢先輩との関わりは少ないが、どことなく優しい雰囲気を漂わせている人だなと思う。ごめんね。まだ、あんまり学校の中の施設を把握できてなくて、覚えようかなと思ったのよ。
ああ、なるほど。それで一緒に行きたいと。そう言うと、コクリと頷き返してくる。顔も相まって可愛い人だなと、心の底から感じる。そういえば、あなたはタタラさんと同じ学年なのかしらね。はい。あと、まあ、幼馴染みたいなものです。ああ。なるほど。どうしたんですか？そんなヤブから棒に。いやね。前にタタラさんと一緒に仕事してる時に、コキアさんの情報だけ頼りしっかりしてるなって感じたのよ。だからまあ、仲がいいのかなと思ってね。そうですね。仲いいですよ。それは何よりだわ。で、何です？私にも小笠の印象を言えと、そういうことですか？いや別にそうは言ってないけど。ち、つまんないですね。でも、教えてくれる分にはいいわよ。いろいろなことが知れるかもしれないし。なるほどな。これは、噂通りの人だわ。まあ。もし、この人が本人ならだけど。ではでは、答えていくとしますか。よろしくお願いするわね。ちなみに、生徒会全員ってことでいいんですよね。まあ、会長は知らないでしょうし、他メンバーでお願いするわね。それもそうですね。じゃあ、改めて答えていくとしますけど。さてさて、誰から答えていきましょうかね。まあ、そうですね。とりあえず話にも出てたんで小笠から行くんですけど。小笠は優しい子で、頑張り屋さんって感じですかね。だけど、ちょっと内気で不器用なとことかあるんで心配かなとも思いますけど。あとは、自分一人で抱え込みがちなんですよね。だから、私以外にも頼れる人が増えたらいいなぁ、なんて思ってます。でまあ、水戸葉先輩に行くんですけど、あの人は、普段面倒くさそうにしてる割には、結構面倒見が良くてお人よしだなと思ってます。だから、小笠の頼れる先輩になってくれないかなと。小笠も、珍しく信頼してるみたいでしたし。あとはまあ、マリサ先輩になるんですけど。まあ、正直よくわからない人だなぁとは思いますね。明るいふりしてる割には、たまにボロが出ちゃうというか。まあ、そこがマリサ先輩の良さであるかなとは思うんですけど。というより、マリサ先輩に関しては霊夢先輩の方が知ってるのでは？さあ、どうだかね。反応的には間違いなさそうだけど。なんともだなぁ。その目は、儚さを帯びていて。誰よりもよく知っているということを物語るには容易だなと思った。まあ、話す話さないは勝手にしてもらっていいんですけど。そう。そうこぼした後、しばらく無言で歩き続ける。そして、一つ考えがまとまったのか霊夢先輩から声をかけられた。なんというか、あなたは、私に似てるのかしらね？そうですかね？ええ、というよりも、私とマリサに似ていると言った方がいいのかもね。そうですね。どっちかといえばそっちの方がしっくりくるかもです。よね。にしても、意外だったわよ。まさか、タタラさんからもらっていた情報と結構食い違いがあるとは思わなかったわ。まあ、普段こんなに落ち着いて話すことがないですから。でも、こっちも素なんでしょ？まあ、なら、もう少しタタラさんのことを信頼してこっちの素を出してもいいんじゃない？いやまあそうしたいところではあるんですけど。キャラがあるからなぁと。そうかもだけど。それじゃあダメなのよ。そうなんですか？そう言うと、どこか遠くを見ながら立ち止まる。私もそれに合わせて立ち止まると、こちらを見ずに話し始めた。コキアさん、あなたは運命というものを信じてる？まあ、一応ですけど。そう、私はね、信じてなかったのよ。過去形なんですね。ええ？ある時気づいたの、運命ってあるんだなって。そしてね、それを起こすのも自分たちの行動次第なのよ。私は、失敗したの。信頼しすぎてて、大丈夫だと思ってたから。もっと話せばよかった、もっといろいろなことを知っていればよかったなって、今になって思うのよ。だから、今のあなたたちを見てるとすごく不安になるの。もし、万が一が起きた時に、自分と同じような過ちをしてしまうんじゃないかって。もっと、相手を知りなさい。そして、自分を知らせなさい。そしたらきっと、あなたたちは大丈夫だから。その言葉は、どこか重みがあって、経験してきたものだからだろうか？それとも、あ、そんなこと言ってる場合じゃないわね。すぐそこに倉庫あるじゃない。あ、そうですね。まあ、老人のザレ言みたいなものだから、話半分に聞いててもらって結構よ。そう霊夢先輩はこぼして、倉庫へと歩いていく。一歩、一歩と進んでいるのを見ていると、不意に霊夢先輩が止まる。どうしたの？気づけば、私が腕を掴んで止めていた。あ、すいません。いいんだけど。どうかしたの？不安は早めに消しておいた方がいい。そうは思わない？あの、霊夢先輩。セミがこだまするグラウンドが、より一層大きな喧騒に包まれる音がした。運動会だ。わぁ、太陽がさんさんと地面を照りつけるある日のこと。運動会、という名の少し面倒くさいイベントが幕を開けようとしていた。騒ぐのはいいけど、最後まで仕事はちゃんとやってちょうだいね。わかってますよ。それならいいんだけど。あ、そうだ。会長、今日って何の仕事したらいいんでしたっけ？ですです。聞いてない気がするんですけど。あら？言ってなかったかしら？多分、そう言うと、会長は空を見上げながら口を開く。まあ、その場その場で臨機応変に対応してもらえればいいわよ。
基本的に仕事は係の人たちがやってくれるし、それでもどうにもならない時にサポートするのが仕事かしらね。要するに、特段仕事はないってことでいいですか？そうとも言えるわね。準備した段階で、おおよそやることなくなっちゃうのよね、生徒会。まあ、これまで準備してきた分のお休みってことで。じゃあ、私たちは別々行動してもいいのか？そうね。もし何かあったら招集かけるから、それに来てくれれば何しててもいいわよ。了解です。じゃあ、私クラスメイトに呼ばれてるんでちょっと行ってきますね。お、サナエもか。私も呼ばれてるんだよ。途中まで一緒に行ってもいいか？いいですよ。じゃ、失礼するぜ。そう言って、嵐のように二人は去っていった。白霊さんはどうする？ん？その辺散歩してくるわ。わかったわ。何かあったら言ってちょうだいね。ん？そっちの二人は？ああ、俺も適当にうろつこうかなと思ってたんですけど。小笠はどうする？私も適当に歩いて回ろうかなと。了解。じゃあ、呼び出しかけたら来てちょうだいね。了解です。というわけで、小笠の方を一別して歩き出す。すると、後ろから足音がついてきているのがわかった。暇なら一緒に回るか？いいですか？ああ、どうせ、俺も暇だったし。弁当も一緒に食べると約束してるしな。というわけで、小笠と一緒に回る運動会が幕を開けた。うちの学校の運動会は、少し変わっている。まあ、他の学校でいう、クラスマッチとかそういう緩い雰囲気のイベントなのだ。だからまあ、みんなのびのびと適当にやっているのが印象的だ。ところで、小笠は何か種目は出るのか？出るには出ますよ。徒競走くらいですけど。ああ、なるほど。先輩はどうなんですか？押し付けられたリレーに出るかなってくらいよ。押し付けられたんですか？金髪の生徒会役員にやれって押し付けられたのよ。あ、どんまいです。まあ、いいんだけどな。誰もやりそうになかったし。リレーとか大変ですもんね。そうだな、目立つし。確かに。と、そんなことを話していると、前方からサナエがやってきた。お、奇遇だねー。デート中だった？いや、別に出ててデート中とか、そんなことないけど。いや、わからないよ。先輩はデートと思ってるかもしれない。ねえ先輩。そうだな、デートかもしれんな。ミトハ先輩、雑な振りによく乗ってきましたねー。いいじゃないですか。で、サナエは何してるんだ？私ですか？まあ、あれです。マリサ先輩をつけてるんですけど一緒にします？先輩を？どうしてまた？いやー、それがね、先輩、さっき呼ばれたって言ってたでしょ？そうだね。それで、別れ際に行くと見た時に一緒にいたのが男子だったんだよね。へえ、なるほどな。それでつけてみたいと。そういうことです。どうです？一緒にしませんか？まあ、いつもの流れっちゃいつもの流れだけども。それにしても珍しい気がする。こういう時は振られやすいって相手は知らないのだろうか。まあ、暇だし行ってもいいけど。先輩はどうします？ああ、じゃあ行こうかな。よし、行きましょう、アマゾンの奥地へ。そんな道の世界ではないと思うけど。というわけで、マリサ尾行隊が結成されたのだった。私は、悩んでいた。隣にいる男子と話を合わせながら、一緒に歩いていく。多分、私は告白されるのだろう。まあ、それはいい、断るだけだ。じゃあ、何について悩んでいるのかって？さあ、私にもわからない。この数週間、いろいろなことがあった。いろいろなことが起こりすぎたのだ。私のキャパではさばききれないほどの情報が、私の中へと流れ込んできた。結果として、こうだ。昔から何一つ変わっていない。悩んでいることさえ、自分で気づけない。ああ、何がしたいのだろうか。男子は立ち止まって、私の方を向く。一応、それに習うかのように、私も止まって男子の話を聞く。いつか聞いたようなセリフ。どこにでもあるありふれた言葉。そんな言葉では、私の心は動かない。じゃあ、なんだ？このモヤモヤは、なんだと言うんだろうな。なあ、一つ聞きたいことがあるんだけど、いいか？何かな？無意識に、私は声をかけていた。驚く自分をよそに、心から溢れてくる思いを形に変えていく。君は、好きってなんだと思う？好き？そうだな、思いが溢れちゃうこと、とか？そか、そだよな。どことなく、心が緩んだ音がした。どうしてそんなことを？さあな、告白されすぎて、その意味を忘れちまった気がしてさ。それと、ごめん。私にゃ、まだ諦められないものがあるって気づいたわ。だから、君と付き合うことはできない。ごめんな。いや、いいよ。思いを伝えれてよかった。ありがとう、霧雨さん。こっちこそだ。そう言うと、男子は去っていった。すまないな。名前も覚えていない男子よ。お前の告白のおかげで、気づけたものがあるような気がする。曇りが晴れた空を見上げながら、思いっきり背伸びをする。頑張るか、と、心に決意を秘めて、歩き出すのだった。マリサが立ち去った後を見ながら、ぼーっとしているとサナエが声をかけてくる。マリサ先輩、ようやく吹っ切れた顔してましたね。そだな。最近は本調子じゃない日多そうだったし、よかったんじゃない？特に、白霊さんが来てからは、な。にしても、あんな弱々しいマリサ先輩見るの初めてでしたよ。まあ、限りなくレアだからな。ですよねー。
あれって、そっとしておいた方がいいんでしょうか。どっちでもいいかなとは思うよ。まあ、さないなら。言ってもいいんじゃね?とは思うけど。先輩はダメなんですか?俺が上手に嘘つけると思う?無理ですよね。その顔じゃ、なおさら。そういうことだ。じゃあ、とりあえず行ってみますね。極力、楽しげな感じで。そうしてくれると助かる。多分、今は吹っ切れてテンションも高いだろうし。じゃあ小笠、デート楽しみなよ。え?じゃ、さない?そう言うと、足早にさないは去っていった。ところで、競技時間は大丈夫か?それは午後なのでお気になさらず。了解。じゃあ、いい時間だしご飯でも食べるか?いいですね。そうしますか。というわけで、近くのベンチに腰掛け、一緒にご飯を食べ始める。ところで先輩。うん?どうした?これって、デート、なんですか?はい。何がどうなってこうなった?もしかしてあれか?さっきサナエに言ったやつか?これ。さっきサナエに言ってたやつは冗談だからね。あ、いや、そうですよね。びっくりしましたよ、もう。いや、からかいたい欲が出ちゃってさ。なるほど。まあ、あのふりをするサナエが悪いとこありますからね。それはそう。ふりが乗りやすすぎたよね。というかテンパりすぎたな、俺。ほどほどにしとかないとバレかねんぞ。あ、そうだ。少し聞きたいことがあるんですけどいいですか?はいはい。どうしたよ?その、夏祭りの時のことって覚えてます?当然覚えてるけど。その時に、なんか館の人から面倒ごとに巻き込まれるって言われたじゃないですか。あれって、生徒会のことなのかな、と思うんですけどどう思います?あ、そんな話もあったな。で、まあ、多分そうじゃね?とは思うよ。実際面倒だし。ですよね。だとしたら、あの人ってすごい人だったんだなと思いまして。確かにな。この未来が見えてたって思うと。すごい人だよな。実際、あの人が言ってることほとんど合ってるしな。何者なんだろうか。いや、また、どこかで会ってみたいものですね。まあ、来年もお祭り行けばワンチャン会えそうだけどな。そうですね。一緒に行けば、また占ってもらえるかもですし。なんなら、来年も一緒に行くか?行きますかね。って、言ってもいいんですか?お、見事なノリツッコミ。いやまあ、小笠がいいならだけどな。俺は別に構わんよ。私こそ、もちろんいいですよ。まあ、あれだな。次は二人で行くか。まあ、前も二人みたいなものでしたけどね。そうだな。来年も楽しみが一つ増えたな。そんなことを思いながら、雑談を続けるのだった。マリサ先輩は何を思ったのだろうか。先輩を探しながら、ふとそんなことが頭をよぎる。あの時、先輩はとても困った顔をしていたように見えた。告白され慣れているであろう、あのマリサ先輩が、だ。理由に察しがつかないわけじゃない。私もそんなにバカじゃないし、そもそも敏感な方だ。でも、あの時考えていたことと、私が思っていることは違うのだろうということはわかる。ん?何してんだ?あ、マリサ先輩じゃないですか。突然声をかけられたことに驚きつつも、平静を装って対応する。なんだその棒読みは。はて?何のことでしょう?とぼけても無駄だぞ。てか、改めて聞くけど、何してんだ?まあ、暇になったので誰かに会えないかなと思って散歩してました。あーなるほど。ちょうどいいや、暇なら一緒に回らねえか?いいですよ。というか先輩も暇なんですね。まあ、暇も暇よ。告白断ってきたところだしな。ほえ?まさかのマリサ先輩の方から言及してくるとは。驚いたって顔してんな。まああれだ。さっきの用事ってのがそれだったんだよ。あ、なるほど。だから最後断しといたってことですか。見てたのか。まあ、見えるか。ですよ。誰かなって確認ぐらいはしますとも。それでな、ちょっと面倒くさい先輩の話に付き合ってはくれんか?ふふ、自分で言いますか、それ。まあな、今回に関しては、絶対に面倒くさくなる自信があるからさ。いいですよ。話ぐらいいくらでも聞きますから。お、そうか。それは助かるわ。それで、何です?絶対に面倒くさくなる話って。いやさ、告白されてる時に思い出したことがあってな。それがまあ、私の初恋なんだけどよ。へえ、聞いたことない話ですね、それ。そうだろ?だから、語ろうかなって思ってさ。そう言うと、先輩は少し楽しげに思い出を語り始めた。私の初恋は、人生で一番楽しかったものだったんだ。片思いはな、楽しいんだよ。好きな奴に話しかけられただけで一喜一憂できるし、毎日充実してたんだ。だけどよ、楽しいものには終わりがつきものだろ?あいつは、いなくなってしまったんだ。理由が何なのかは知らないし、多分聞けもしない。だけどさ、その時に気づいたんだよ。ああ、これが、好きってことなんだ。って、私はさ、当時からモテてたのもあって、好きって言葉がよくわかってなかったんだ。だけど、いなくなって初めてわかる。これが、好きってことなのかって。早く伝えればよかったなって、今になって本当にそう思うんだよ。だってさ、もし仮に今会えたとして、私はどんな顔して会えばいいと思う?どんな顔して、まだ好きだって言えばいいと思う?
あの時言えてれば、こんなことにもならなかったんだろうなって、そう思うんだよ。この恋物語を、こんなにも引きずることなんてなかったんだろうなって。そこまで言い終わって、マリサ先輩は顔を上げた。な、ちょっと面倒くさかったろ？面倒くさいかって聞かれたら、ちょっとはそうかもと思いますけど。でも、なんというか、人間味があっていいと思いますよ。はは、そうか。そう言い合いながら歩く道すがら、遠くに霊夢先輩の影を見つける。やっぱり、霊夢先輩のことなのだろうか。マリサ先輩から色々な相談を受ける中で、そうなのではないかと思ってしまう。先日の霊夢先輩の話しかり、重なるところが多いように感じる。となると、あとはなぜ二人がバラバラになってしまったかを探る必要がある。どっちも話してくれなさそうだけど。何か悩み事か？まあ、ちょっとした悩みですよ。ふん、困ったことがあればいつでも言えよ。極力助けにはなるから。はは、そうさせてもらいますね。それこそ、前言われたし、ミトハ先輩にでも相談してみようか。うん、呼ばれてるか？これ。へ？何がです？アナウンスに耳を傾けると、私とマリサ先輩を呼ぶアナウンスが鳴っていることに気づく。いやほら、名指しで私たちじゃないか？ああ、そういやありましたね。生徒会。めっちゃだるそうにするな、お前。いやまあだるいじゃないですか。そうだけども。というわけで、私たちは生徒会テントへと足を運ぶのだった。結局、異例というのは目立つし疲れるわ。そんなことを思いながら小笠の元へと帰っていると、マリサたちを呼ぶアナウンスが流れ始めた。何か問題でもあったのか？あ、お疲れ様です、ミトハ先輩、頑張ってましたね。まあな、なんとか順位一つ上げられてよかったわ。ところで、アナウンスが鳴ってたみたいですけど、私たちも行った方がいいんですかね？あ、やっぱ鳴ってたよな。でも、大丈夫じゃないか？名指しだったし。まあ、俺たちは今時間が競技だから外したってとこだろうし。それよりも、小笠は次競技だろ？準備してなくて大丈夫なのか？あ、そうでした。急いで行ってきます。おう、気をつけろよ。そう言って送り出して、俺は小笠が見れる位置へとスタンバイをする。にしても、小笠のやつ、マリサに見せれなくて残念だな。こういうのって、好きな人のために頑張れるみたいなところあるだろうに。まあ、独り占めして見れるからいいんだけども。と、そんなことを思っていると、開始のホイッスルが鳴った。小笠は、ずいぶん後だな。まあ、いいや、ゆっくり待つとしましょうかね。何事も、本番というのは緊張する。特に、好きな人に見られていると分かっているからなおさらだ。自分が走るまで、あと数組。長いようで短い時間は刻々と迫ってくる。にしても、今回の運動会は、ミトハ先輩と一緒に回れているのもあってとても楽しい。最近は、少ししんどいことも多くあったからね。と、そんなことを思っているうちに、もう次は自分の番となっていた。さあ、行きますか。先輩、やりましたよ。いや、すごかったな。おめでとう。1位を取ってきた後輩を見ながら、改めてスペックの高さに感心する。なんで俺はこんな後輩と接点を持っているんだろうか。とはいえ、1位を取れるとは微塵も思ってなかったんですけどね。あ、そうなんだ。まあ、そりゃそうですよ。私、そんなに運動とかできる方でもないんで。いやでも、あの走りできるなら十分だと思うけど。多分、他メンバーみんな運動部だった気がするし。運が良かったんですよ、今日は。そうか？まあ、そういうことにしておくか。と、そんな風に話していると、アナウンスから俺たちの名前が聞こえる。呼ばれた感じですかね？そうじゃない？競技も終わったとこだし。あ、確かにそうですね。行きましょうか。だな。というわけで、俺たちが会長の元へと行くとすぐに声をかけてきた。あら、ずいぶん早かったじゃない。そうですか？ゆっくり来たつもりではあるんですけど。いやいや、十分な速さよ。それで、どうかしたんですか？呼ばれたってことは何か仕事ができたとか。あ、まあ、そんなとこね。説明に少しだけ歯切れの悪さを感じる。何か変なこと起きてるんだろうな、これ。というわけで、会長に促されるまま進んでいくと、そこにはマリサたちと知らない人たちの姿が数人あった。これは？熱中症患者よ。なるほど。というか、さっきまで元気じゃなかったかい？そこのお二人さん。あ、小笠と先輩じゃないですか。やらかしちゃいました。真面目に仕事とかするもんじゃないぜ、本当に。とまあ、この子たちに仕事任せてたらこうなったってわけよ。なるほど。こんなにも直視するのが面倒くさいことがあるだろうか。それで、私たちは何をすればいいんでしょうか？それぞれに違うことをやってもらおうかなと思っててね。タタラさんは、そこの二人の解放をお願いしてもいいかしら？わかりました。それで、リンネ君は？そう言うと、後ろの人たちに視線を送りながら話を続けてくる。保健委員の子に頼まれたんだけど、ちょっと私だけじゃ面倒を見きれなくてね。だから、この子たちを運んでいきたいんだけど、一緒にお願いできるかしら？わかりました。保健室とかですか？ええ、それでお願いするわね。というわけで、一人ずつ担いで運んでいく。すいません、
わざわざ運んでもらって。いいのいいの、これが仕事だからさ。そうですか、ありがとうございます。まあ、体が良くなるまではゆっくりしてってください。はい。その声を聞いて、少し安心する。よかった、意識はあるみたいだな。たまには人助けもいいもんだなと、そんなことをふと思うのだった。あの、これ、飲んでくださいね。あ、ありがとう、ございます。仕事というのは大変だけど楽しいものだ。まあ、運動会まで仕事をしたいとは微塵も思ってなかったけれども、患者を一通り運び終わった俺は、飲み物を飲みながらそんなことを思っていた。あの、生徒会の人なんですか？うん、まあ、そうね。そうなんですね、本当に助かりました。ありがとうございます。いえいえ、こっちも仕事なんでね。気にしないでもらって大丈夫っすよ。そう言いながら、なんだかんだで一番関わりのあるこの子のことを観察する。一年生かな？多分だけど。というか、どこかで見たような気も。あ、リンネ君、そっちはどう？こっちは大丈夫です。了解。じゃあ申し訳ないんだけど、体調が良くなるまでその子のことをお願いしててもいいかしら？あ、時間とか大丈夫？大丈夫です、競技もないんで気にしないでもらって。わかったわ、じゃあお願いするわね。そう言って会長は去っていき、保健室には数人の生徒と俺が取り残された。まあ、大体の人は良くなってるし、問題ないでしょう。リンネ先輩って言うんですね。あ、俺？ですです、会長さんがリンネ君って呼んでたので。そうそう、俺の名前はリンネミトハ。まあ、好きなように呼んでくれて大丈夫だから。じゃあ、リンネ先輩って呼ばせていただきます。あと、私はホージュヌエって言います。よろしくお願いします、先輩。よろしくな、ヌエ。はい、よろしくお願いします。快活そうに笑う様子を見て、どことなくモテそうな雰囲気を感じる。多分、この子は無自覚で人に好かれるタイプな気がする。そういえばさ、ヌエはなんで熱中症になってんだ？水分取り忘れたとか？あ、聞きます。聞いてまずかったりとかしたら話す必要はないからな。まあ、ここで出会ったのも何かの縁ってことで相談に乗ってくれませんか？相談、まあ、いいけども。そう言うと、少し間を置いてヌエは語り始める。実は、最近面倒な奴に絡まれちゃいまして、それから逃げてたんですよね。ストーカーって言うんですけど、それで、その人から逃げてたら水飲むのも忘れちゃって、で、たまたまそこに居合わせた会長さんに助けてもらったって話でして。なるほど、ストーカーって。なんでストーキングされてんの？さあ。ただ、一つ思い当たることがあるとすれば、最近そいつからの告白を断ったんですよね。なるほどね。要するに、諦めきれなかった奴がしつこく追い回してきてると。まあ、具体的に言うとそうですね。大変だな、それは。可愛い女の子あるあるなんだろうけど。迷惑はなはだしいよな。で、まだ解決には至ってないと。はい。というか、この話をしたのも先輩が初めてでして。誰にも相談してなかったのね。まあ、そういうことです。これは面倒くさい状況になってるな。ストーカーねー、どうにか助けてあげたいとこだけど。まあ、大丈夫ですよ。もう結構慣れましたし、対処もできるようになってきましたから。いや、そうは言うけどさ。そういう時が一番危険なんだよ。まあ、そうなんですけど。ただまあ、話を聞いてもらえて少し楽になりました。先輩、話しやすいですね。そうか？まあ、楽になったならいいけど。ただまあ、なんかおかしくなったら生徒会に連絡しな。一応、話は聞いたし頑張って対処はしてみるからさ。ふふ、ありがとうございます。じゃあ、何かあったら連絡しますね。何かあってからじゃ遅いけどな。まあ、ほどほどに危険になりそうだったら知らせますよ。まあ、そうしてくれ。何かできることはあるかもしれないし。はい。では、体調良くなったし戻りますね。おう、水分はしっかり取れよ。はい。そう言って、ヌエは嵐のように去っていった。患者もいなくなったし、俺もぼちぼちここを出るとしますか。まったくもう、何してるの、サナエ。サナエの看病をしつつ、少し怒り目にサナエに声をかける。もう、あれだけ水分と塩分は取れって言ってたのに。ごめんごめん。まさか、こんなことになるなんて思ってもなかったからさ。いや、にしても水分って取らないとダメなんだねー。そりゃそうだよ。今日35度超えてるんだからね。というか、体感40度近い気がするし。あはは、そうだよね。まあ、何事もなかったみたいだしいいんだけど。ところで、二人は何してたの？そう聞くと、二人してなぜか苦笑いを浮かべる。なんでだろう？と思っているとマリサ先輩が口を開いた。なあ、古賀さ、知らない方がいいことってこの世にはいっぱいあるんだ。まあ、そうですね。それでも聞きたいか？うわぁ、そんな釘の刺し方するの？めちゃめちゃ怖いけど。聞いておきたいような気もする。先輩、私、それでも知りたいです。そうか。じゃあ、教えてやるよ。実はな、私たちがやってたのは押し付けられた仕事でさ。会長が大嫌いな虫を駆除するってものだったんだけど。それがねー、まああまりにも大量にいてさ、
叫びながらスプレー振り回ってたら、気づいたら脱水症になって倒れたってわけ。なるほどね。想像もしたくない話だった。な、知らない方が良かっただろ。まあ、想像しちゃって鳥肌立っちゃいましたし。いやー、そうなるよねー。私も今もずっと震えてるもん。だろうねー。すまん、小笠。そっちのペットボトル取ってくれんか。いいですよ。これですか。そうそう、それそれ。助かるわ。いえいえ、これも仕事ですし。と、そんな話をしているうちに、運動会は終わりに近づいているのだった。俺が保健室から外に出ると、運動会もほとんど終わりの時間になっていた。まあ、去年よりかは楽しめた運動会になったか。と、そんなことを思いながら歩いていると、あちらも仕事を終えたであろう会長と遭遇した。あら、輪廻くんの方も終わった感じ？はい、なんとか。とりあえず、みんな保健室から出て行ったんで俺も出てきました。了解。じゃあ、特に問題はなかった感じかしら？はい。あ、そういえば。どうかした？いや、生徒会ってどれくらいなら生徒に干渉する活動ができるのかなと思いまして。というと、何？クラスのいじめに介入することができるかとか？まあ、そんなところです。そういうと、少し悩んだ後返答をくれる。まあ、証拠があれば基本的に何でもできるわよ。そういう権限を私が持ってるから。なるほど。ありがとうございます。いえいえ、わからないことがあったら聞いてちょうだいね。はい。あ、そうだ。閉会式は特にやることないから。了解です。じゃあ、ゆっくりしてますね。また、後片付けの時に頼むわね。わかりました。そうしぶしぶ返事を返し、俺はまた歩き始める。まあ、仕事もないことだし知り合いでも探すか？と思っていたのだが、目の前に見知った人物が現れてその思考を放置する。閉会式前に何してるんだ？そこには、何かから逃げるかのように視線をさまよわせるヌエがいた。近づくか？ただ、逃げている風に見えるってことは、近くにいるのかもしれない。そんなことを思いながら周囲を見渡していると、近くに不審な動きをする男を発見する。あれか？と、そいつを視線で追っていると、やはりヌエを追いかけているようだった。というか、まずい。なんというか、ストーカーというよりも、犯罪者に近しいものを感じる。気づけば俺はヌエをかばうかのように、襲い来る男の前に立っていた。やめな。そう軽く威嚇するも、男は引き下がる様子はない。なんて面倒な。どうやらヌエは腰を抜かしたらしく、動ける様子じゃない。走って逃げるのもきついってか。なあお前、どいてくれないか？なぜ、のく必要がある？彼女は怖がってるようだが。いや違うな。喜んでるんだよ、そいつは。話の通じない奴だな。これだからこういう奴らは相手にしたくない。さて、どうしたものか。とりあえず、対話でどうにかできないか試みる。お前は、何者だ？この子の知り合いなのか？ああそうさ。俺の彼女だよ、そいつは。へえ、じゃあ、別れた方がいいんじゃない？彼女を泣かせる男は彼氏を名乗る資格はねえよ。はん、勝手に俺らの関係に入ってくんな。お前こそ何者だよ。ヌエの友達だけど。はん、お前の顔なんて見たこともねえよ。どうせあれだろ？ただの正義ぶりたいだけのやつなんだろ？はぁ、少しカチンときたが。手を出しては負けだ。手を出したら実質負けみたいなもんだ。近くには生徒も集まってきて、ざわざわと騒ぎになり始めている。こりゃ面倒だな。ち、人が集まってきやがったか。目立つわけにはいかないんでな。一旦退散させてもらおうか。え？すると、フードを深々と被った男は、人と人の間をすり抜けるかのように去っていった。そして、間もなく人もいなくなり、この場所にはヌエと俺の二人だけが取り残された。大丈夫か？ヌエ、立てるか？ごめん、リンネ先輩。怖い思いさせちゃって。いいよいいよ。で、立てそうか？よっと。あれ？立てないや。ちょっと保健室まで行くぞ。捕まれるか？ごめん、先輩。そうして、保健室まで行った俺たちは、少し水分を取り離し始めた。すまんな。ちょっと大ごとにしちゃってさ。そう言うと、少し顔色の良くなったヌエが返事を返してくれる。いいですよ。というか、かばってくれなかったら大変なことになってたかもですし。まあ、そうだけどさ。でも、話したくないって感じだったからもっと穏便に済ませればよかったんだけど。いいんですよ。それより、先輩の方こそ大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。危害を加えられたわけでもないし。それなら、いいんですけど。ただ、どこか申し訳なさが拭いきれてない表情をしていた。困ったもんだ。結構、怖いもんですね。実際襲われたのは初めてだったんで、びっくりしちゃったというか。まあ、そうよな。でもよく気づきましたね。襲いに来るなんて、そんなに思ってませんでしたもん。まあ、どう考えてもおかしい雰囲気になってたしな。そうだったんですね。迂闊でした。まあ、無事で何よりよ。そう言いながら、思わず髪を撫でる。あの、先輩？うん？あ、ごめん。疲れすぎてるな、俺。急いで手を取り除けようとするが、それをヌエの手が阻んできた。あの、ヌエさん。落ち着くんで、もう少しだけしててもらってもいいですか？いいよ。というわけで、無心で髪を撫で続ける。
気持ちいいのか、はたまた安心しているからかわからないが、目を閉じて堪能しているようだ。ねえ、先輩。なんだ？先輩って、彼女さんとかいます？はい。突然のことに硬直する中、いつか読んだ二次創作の一文が思い出される。運動会には、魔法があるらしい。今、それが目の前で起こっているような気がする。その、もし、先輩に、彼女さんがいなければなんですけど、私を、彼女にしてくれませんか？おはようございます、先輩。おう、おはよう。運動会の日からなんだかんだあって、気づけば一週間が経とうとしていたある日のこと。結局、ヌエからの告白を断りきれなかった俺は、とある条件で付き合うことにした。気づいてます？今日で一週間ですよ、一週間。気づいてるよ。というか、あの提案でよく付き合ってくれようと思ったな。あ。まあ、いいんですよ。疑似カップルでもなんでも、とりあえず、先輩と付き合いたいなって思ったので。というか、付き合いさえすればアタックチャンスなんていくらでもありますし。まあ、そうかもだけどさ、多分変わらないと思うよ、俺の気持ちは。まあまあまあ、それは終わってからのお楽しみってことで。そう、俺がヌエに提案したのは、疑似カップルだった。ストーカーを騙して、捕まえるか何かで対処ができるまで付き合ったふりをする。だったらいいよと返事をしたのだ。さすがに失礼すぎだろと思うところはあったが、断られずに今に至るというわけだ。それにしても、意外と動いてこないな、ストーカーの野郎。まあ、そっちの方が安心して私は過ごせるからいいですけどね。そりゃそうだろうけど、またいつ襲われるか分かったもんじゃないだろ。それはそうなんですよね。というかまあ、今までが今までだっただけに怖すぎますよね。やっぱりそうだよな。あんな目に一度会っているのだ。怖くないわけがないだろう。それに、どことなく小笠に似ているから放っておけない気がするし。そういえば、先輩には好きな人がいるんでしたっけ？ああ。だから、告白断るつもりだったんだけど。まったくお人よしですよね。そういうとこが好きですけど。だ、か、だ。そういうところも含めて、私に染めちゃいますからね、先輩。はは、頑張れよ。む、ひと言ですね。そりゃまあ。というか、俺よりいいやつなんてたくさんいるからな。正直、そいつらと付き合った方が幸せになれると思うぞ。先輩、それ、自分に対して言えます？好きになったものはしょうがないんですよ。私は自分の気持ちに嘘はつきませんからね。だから、99% 負けだってわかってる勝負でも突っ込んでいかないといけないんですよ。まあ、そうだな。ヌエはすごい子だな。えへ？頭撫でてくれません？いいよ。そう言って頭を撫でると、子犬のように甘えてくる。可愛い後輩だよ。本当に。じゃあ、学校近くなったし別れますか。まあ、本当は見せつけたいんですけども。さすがにそれは勘弁してくれんか。む。先輩が言うならしょうがないですね。じゃあまた会えるときに。おう、またな。そう言うと、嵐のようにヌエはかけていった。好きな人のために勝負、ね。もうそろそろ腹をくくるときが来たのかもしれない。あ、リンネ君、ちょうどいいところにいるじゃない。あ、会長。後ろから声をかけられたので会長の方へと振り向くと、そこにはマリサと一緒にいる会長の姿があった。面倒な予感がするなぁ、これ。何か用事ですか？運動会も終わったことだし、文化祭の準備でも始めようかなと思ってね。ああ、確かにすぐありますもんね、文化祭。去年はそんなに気にしてなかったけど。一ヶ月もないうちに始まるっけか。それでマリサを聞いてたと。まあ、そういうこと。あとね、他のメンバーがみんな忙しそうだったから。へえ、珍しいですね。だよなぁ。なんで私たちだけしなきゃいけないってんだ。まあまあ、その分後々の仕事を減らしてあげるから、それで情報でどう？まあ、それなら。リンネ君もそれでいいわよね。いいっすよ。じゃあ、早速仕事してもらおうかしらね。というわけで、マリサと俺に仕事を言い渡し、会長は自分の仕事があるからと生徒会室へと向かっていった。たく、人遣いが荒い会長さんだこと。だな。まあ、誰よりも仕事してるし何も言えないけどさ。それなぁ。にしても、1対1でお前と仕事するのは初めてか？いや前にもあった気がするけど、なかったかもしれない。まあいいか、ささっと仕事終わらせて帰ろうぜ。そうだな、それがいいわ。というわけで仕事に取り掛かっていく。今日の仕事は簡単だけど面倒で、シート作成だ。どの部活が何をするかを具体的にわかりやすくするために作るらしい。ああ、これそっちに任せてもいいか。オッケーオッケー。じゃあこの作業はミトハに任せるぜ。うえ。タイピング音が静かな教室の中に響く。マリサとこんな感じになるのは久しぶりかもしれない。それこそ、一年生の頃勉強してた時以来かもな。そういやさ、ミトハは運動会で変わったこととかあったか？変わったことねえ。友達ができたかな。ほへえ、友達。珍しいな。まあな。というか、そういうお前こそ何かあったんだろ？わかる？長年の付き合いだし、こういう風に話を振ってくるときは、大抵話したいことがあるときと相場が決まっている。
ミトハにも意見を聞きたいんだけどさ、いいかな？まあ、いいよ。そか。じゃあ、話すんだけどよ。そう言うと、マリサは少し深呼吸をして話し始めた。なあ、ミトハ、好きってなんだと思う？好き、ねえ。それをお前が聞くんだな。まあ、そう。最近考えさせられることがあってさ。なるほどな。それで、好きだったっけか。そうそう、お前の意見を聞いてみたいなと思ってさ。ちょっとだけ、待ってもらってもいいか？そう聞くと、マリサは一瞬驚いた表情をしてからうなずく。考えさせられる問題だな。小笠を好きだと知り、ヌエに好きと言われ、俺の考えは変わってきている。気がする。好きという気持ちも千差万別。もしかしたら、この小笠に対する気持ちが、好き、という感情ではないのかもしれない。ヌエを好きになる日が来るかもしれない。もしかしたら、関係のない誰かから好きと言われ、そちらになびくことがあるかもしれない。ただ、どれにでも当てはまることがある。それは、相手を、いつでも守ってあげたい、大切にしたいと思う心、とか？なるほど。なるほどな。参考までに聞くけど。なんでそう思ったんだ？好きな人には笑顔でいてほしいだろ？それだけだよ。らしくない答えが出たな。俺も成長してるんでね。そうなのかもな。ただ、すごく賛同できるいい答えだな、それ。そうか？考えは人それぞれでいいと思うけど。要するに、私たちは似た者同士ってことだ。そういうことね。答えが被ったんだろうな、多分。というか、一個聞きたいことがあったんだけど、聞いてもいいか？うん、内容によっては答えるけど。そのさ、ハクレイさんとマリサは、どんな関係なんだ？ずっと疑問だったのだ。数ヶ月こいつらを見ていたが、ただ二人を好き合っていると表現するのは違う気がする。ああ、ミトハになら、話してもいいかな。いずれ、サナエとかお前には話さなきゃと思ってたし。じゃあ、聞いてくれるか？私たちの話を。なあ、霊夢、遊びに行こうぜ。いいわよ。どこに行く？ある日の昼下がりのことだった。私たちはいつものように遊びに行く約束をしていたんだ。どこってなあ。まあ、寄り道して帰るだけとかでもいいけど。それもそうね。マリサといるだけで十分だし。はは、また随分大げさだな。私は、彼女、ハクレイ霊夢のことが好きだった。当時はまだぼんやりとしか思いはなかったが、好きだと思い込んでいた。若い時あるあるだよ。そして、霊夢も私のことが好きだったと思う。私には知る由もなかったんだけど。大げさじゃないわよ。いつまでいられるか分かったもんじゃないし。そうか？私はずっとお前のそばにいるぞ。そうね。ありがとう、マリサ。どこかいつもと違う雰囲気を出す霊夢を不思議に思いながらも、その日は進んでいった。ただ二人で歩いて、話して、時にはバカやり合ったりしてさ。楽しかったよ、本当に。それで、あの日は、近くにある海辺に行ったんだ。ねえ、マリサ。マリサはさ、今、楽しい？ああ、もちろんだ。そうよね。私もね、とても楽しい。そう言いながらも、どこか寂しそうに笑う霊夢はなぜかひどく頭に残った。どうしたんだ？いやね、もし、今と違う関係になれたらもっと楽しいのかなと思って。違う関係？それって、なんだ？という言葉が出る前に、私の両腕は彼女に掴まれた。ねえ、マリサ、私の、恋人になって。いきなりのことすぎて、私の頭は真っ白になった。霊夢が、私のことを、好き？好き、なのか？まあ、そういうことよ。そう言って照れる彼女は、この世で一番綺麗だった。答えは、今返さなきゃダメか？そうしてほしいの。無理言ってごめんね。大丈夫だ。だけど、すぐに返事ができるほどの問題じゃない。私は、霊夢の隣に立てる人間なのだろうか？何をやらせても上手くて、誰にでも優しくて、ちょっと抜けてるところがあって。そんな、彼女と付き合うことなんてできるのだろうか？気づけば、私はその場から逃げ出していた。好き、という気持ちすらよくわかっていない少女には少し厳しいものがあった。マリサ？後ろから聞こえてくる声に耳を貸さず、私は、その場から逃げ出してしまった。どこから監視していたからだろうか？同じ明日が来ると、思っていたからだろうか？翌日から、霊夢は学校に来なくなった。家にもいない。どうやら、どこかへと行ってしまったらしい。そこで気づく。私は気づく。ああ、これが好きってことか。あの日は、雨の降る日だった。一通りの話を言い終え、マリサは一息をついた。とまあ、私の恥ずかしいエピソードさ。恥ずかしって、言うほどでもないだろ。さあな、それを決めるのは私か、あいつだから。それもそうだな。にしても、なるほどな。逃げたんじゃ、あんな雰囲気になるのも納得だ。どう話していいかわかるわけもないだろう。最近さ、その気持ちに改めて気づかされたというか、言いたいことは言うべきだなと思ったわけよ。思いを隠すべきじゃないなって。そうだな。好きは隠しても意味のないものというのは、俺もヌエから教わった。似てんな。
それで、お前はまだ白霊さんのことが好きなのか？そういうことだ。だけど、それと同時にどう接していいものかわからなくなってんだよ。あ、そうかもな。まあ、話聞いてくれてサンキューな。いやいや、俺こそ、話してくれてありがとな。まあ、また、あの頃みたいに話せるようになれればいいんだけどな。そういったマリサの顔は、今までで一番悲しげに笑っていた。先輩先輩、少し相談いいですか？ある日の放課後、珍しく暇ができたので帰ろうとしたところでサナエから声がかかる。別にいいけど。よかったです。その、ちょっと込み入った話になるので、どこか行きませんか？あ。まあ、いいよ。帰るところだったし。じゃあ、カフェ行きません。カフェ。いいぞ。近くのところでいいよな。はい。それでお願いします。というわけで、一応ヌエに連絡を入れつつカフェへと向かう。珍しいですね。先輩がスマホ使ってるなんて。いや俺のことどう思ってんの？結構スマホ使ってる方だと思うんだけども。いやいや、こういう時に使うのが珍しいって話ですよ。あ、もしかしてあれですか？彼女ができたから一応連絡しとくかみたいな。あ。まあ、そんなとこだ。へえ、そうなんですか。って、そうなんですか？なんかめっちゃ驚かれてる気がする。まあ、ちょっと訳ありでな。え、どうしたんですか？弱み握られてるなら一緒に握りますけど。助けてはくれないのな。なんと非常な後輩だろう。まあ、さすがに半分は冗談ですけど。半分はな。でも、本当に困ってるなら言ってくださいね。助けになるかはわかりませんけど。さすがに大丈夫よ。ちょっとしたトラブルの解決に付き合ってるだけだから。また面倒ごとに首突っ込んでるんですか。まあ、私も先輩にプレゼントするんですけど。あ、やっぱそう？最近そういうこと続きだから、なんとなくそんな気はしてたのよな。ま、でしょうね。というか、私も先輩も人に頼るってことをそんなにしない方ですしね。まあ。サナエはしてる方じゃないか？小笠とかマリサに比べれば。それはそう。と、言っている間にカフェの前へとたどり着いていた。じゃあ、入るか？はい。ちょっと長くなるかもなんで、覚悟しといてくださいね。まあ、ある程度はな。というわけで、カフェの中へと足を踏み入れるのだった。店内に入ると、サナエは早速と言わんばかりにケーキを注文しつつ本題へと話を進めた。でまあ、相談についてなんですけど、先輩って、マリサ先輩と霊夢先輩の関係って知ってますか？お、ちょうどいいな。つい数日前に知ったとこなんだよ。あ、タイミング良いですね。それじゃあ、その、考えてほしいことがあるんですよ。マリサ先輩と、霊夢先輩。どうしたら、二人は元の関係みたいになれると思いますか？なるほどな。ちなみに、サナエは二人の関係については？知らないです。だよな。話してもいいのだろうか？というかその相談をしてきたということは、何かしら思うところがあったということなのだろう。まあ、二人の関係についてはある程度分かったつもりではいます。だけど、その、二人をバラバラにしちゃった理由っていうのが何なのかなって思いまして、そこさえ分かればなんとか手立ても考えられそうなものなんですけど。ああ、まあそれぐらいなら、話してもいいかな？マリサ先輩には隠しておくんで、お願いできませんか？まあ、善意からの行動なのはわかるし、俺もどうにかしたいもんだなとは思ってたから。じゃあ、軽くだけど説明するとな。というわけでサナエ軽く事情を説明する。マリサよ、許してくれ。なるほど。まあ、なんとなく事情は理解しました。それでまあ、多分なんだけどな。マリサはまだ白霊さんのこと好きだと思うのよ。奇遇ですね。私もそうだと思ってますよ。そして、多分なんですけど、霊夢先輩もマリサ先輩のこと好きなんじゃないかなと思ってますよ。だいぶこじれてるね、それ。まあ、あのお二方ですし。どっちも頭固そうだよな。でも、事情を聞いて、なんとなくですけど希望は見えてきた気がします。それはそうだな。すれ違いを正せばなんとかなるっぽいし。ですね。ほんと、好きなら早く言っちゃえばいいのに。なんか刺さるものがあるな、それ。そういえば、先輩もいましたよね？な、の、に。彼女とはどういう見解ですか？いやまあ、それこそ話せば長くなるんだけども。まあどうせあれですよね。少し前軽く話題になってたストーカー関連のやつ。よく知ってるな。やっぱり話題になってたのか、あれ。いやそれほどは話題にはなってませんけど。情報通ですから。まあ、確かに、サナエなら知っててもおかしくないとは思ってたよ。ということは、最近ヌエに彼氏ができた云々が先輩ってことですか？あ、ヌエのこと知ってるの。まあ、一応学年一緒ですし、可愛いじゃないですか、彼女。まあ、だな。それゆえの事件って感じだけども。ですねー。可愛い子には噂はつきものってものですよ。そりゃまあ知ってるわな。というか、ヌエとは友達ですからね。たまに遊びに行く程度ですけど。そう言って、ツーショット写真を見せてくる。というわけでまあ、本人から聞かされない割に話題になってたから調べてたってだけです。ああ、なるほど。
なんかわかる気がするよ。口そんなに固くなさそうだもんな。いやでも俺とのことを言ってないあたりそうではないのかもしれないけど。でも、よく先輩はオッケー出しましたよね。いくら人助けとはいえども。いや結構シビアな条件で出したんだよ。だけど、向こうがそれでもいいって言ってきたからさ。まあ。あの子、目的のためには手段選ばない方だとは思うんですよね。恋にも重くというか。そうなのかもな。私色に染めるって張り切ってたし。まあ、先輩がヌエと最後まで付き合う世界線もあるのかもですよね。今のところ、その気は全くないけどな。助けたらそれまでのつもりでいるし。先輩ならそうしそうですよね。ある程度は私も協力しますよ。ヌエは友達ですし。助かるわ。出てこなくて困ってるんだよ、ストーカーのやつ。まあ、どこかでは確実に決着をつけたいですからね。そういうこと。そこまで話して、頼んでいたコーヒーに口をつける。うまいな、これ。目の前にいるサナエに目を向けると、美味しそうにパフェを頬張っていた。ふと、小笠のことが頭をよぎる。あ、そういえばさ。小笠、大丈夫か？最近見かけないけど。ああ、その。小笠のことで、お願いしたいことがあるんですよ。はいはい。突然口ごもり始めるサナエを不思議に思いながら、話を聞く態度を作る。その。実は、最近ずっと学校を休んでまして、たまにフラッと来てはいるみたいなんですけど、連絡入れても数日帰ってこない時とかもありまして、珍しいことじゃないですか。ただまあ、本人が体調不良と言ってたので大丈夫だとは思うんですけど。体調崩してるなら連絡できないことがあるのも納得だもんな。まあ、そうなんですけど。ただ、その、どうにも胸騒ぎがしてまして、悪い予感がしないこともないんですよね。ふむ、そういう予感って嫌な時に限って当たるもんだもんな。そうなんですよ。昨日会った時にはいつもと変わらない感じだったんですけど。まあ、小笠は賢いからな。優しい嘘をつくのもうまいし。そうなんですよ。人のためになった瞬間に普段できないことをしでかしちゃう子なんで、霊夢先輩に、信じすぎるなって忠告されたばっかりってのもあって、どうにも気になると言いますか。だから、まあ。良ければ、普段より気にかけてほしいなって思って。お願い、できませんか？そう言われ、俺は即座にうなずく。任せとけ、って胸張って言えるほどじゃないけど。ただ、俺にできることは全力でやらせてもらうわ。ふふ、そう言ってもらえて助かります。一安心みたいな顔をしたサナエを見つつ、そういえばと試案する。サナエが、マリサとハクレイさんの仲を応援するって。不思議じゃない？普通、親友の小笠を応援するってもんでしょ？マリサ好きなんだし。なぜ？話変わるんだけど、いい？何ですか？サナエって、小笠に恋人いるか知ってるのか？あら、随分直接的な質問じゃないですか。どうしたんです？ちょっとした疑問が浮かんできてさ。人の手は借りまいと思ってたんだけど、疑問は解消しといた方がいいなと思って。まあ、いいですよ。いろいろ相談に乗ってくれましたし、教えますけど。まあ、少なくとも小笠に恋人がいたことはないですよ。私の知ってる限りではですけど。なるほど。じゃあさ、小笠が恋愛してたら応援してんの？サナエは。まあ、そりゃ当然ですよ。というかまあ、今絶賛してますよ。小笠、頑張ってますし。あれ？じゃあ、あれか？小笠って別にマリサのこと好きじゃないのでは？どうしたんです？いや、ただまあ、もしかしたら俺は勘違いしてた可能性があるかもって思っただけ。なるほど。例えば、小笠がマリサ先輩を好きと思ってるとか？おう、天才だな。ええ、天才ですから。というか、ようやく合点がいきましたよ。なるほど。どうしたんだ？リアルラノベ系主人公ってこんな感じなんだなって話です。あ、そう。って、ことはだよ。もしかして、これ、俺にもチャンスがあるのでは？マリサなら絶対無理だと思ってたけど。他のやつならいける気がする。まったく、これでも気づいてなさそうなのがすごいですよ。何がだ？いいえ、何でもないですよ。そういう態度を取るサナエに文句を言いながらも、時間は過ぎていく。帰ったら、久しぶりに小笠にでも連絡してみるか。小笠、いるか？サナエとカフェに行ってから数日が経ったある日のこと。お互いに都合のいい日ということで、俺は小笠の家へとお邪魔していた。というか初めての小笠の家ということもあってめっちゃ緊張してるんだけど。あ、ミトハ先輩。早かったですね。まあな、意外に迷わずに来れたし。なんか連絡見てる感じもうちょっと時間かかるものだとばかり。ああ、まあ。うん、連絡してた時はガチで焦ってたからな。どこにいるのかさえ把握してなかったし。まあとりあえず、家に上がってくださいよ。こんなところで話すのもあれですし。そうだな。じゃあ、お邪魔します。そう言って、案内されるがままに小笠の後ろをついていく。パッと見元気そうで安心した。なんか、サナエの報告的にもっとひどい状態も考えてたからな。そうじゃなくて本当に良かった。そして、小笠が立ち止まったかと思ったら俺の手を引っ張って部屋の中へと連れ込む。そんなに面白い部屋でもないですけど、私の部屋です。いやいいんじゃない？こういう部屋好きよ、俺。
というか小笠のいい香りが部屋中からして、俺の情緒はもう大変なことになってるのだが。ふふ、そう言ってもらえると嬉しいです。ところで今日はどうしたんですか？先輩からこういう連絡もらうの珍しいなって思ってたんですけど。確かに俺から連絡するのって珍しいな。だいたい小笠の方から連絡もらってたしな。日和すぎじゃね？まあ、早苗から小笠の様子を見てほしいって相談受けてさ。あとしばらく会ってなかった気がするし、久しぶりに会いたいと思って。あ、そうなんですね。まあ、見ての通り元気ですよ、としか言いようがないですけど。まあ、うん、俺もそうだと思うわ。ただまあ体調崩してたのは本当なんですよ。最近無理しすぎちゃいまして。なるほど、なんか最近あったのか？まあ、いろいろとありまして。ね。そうか、いろいろあったみたいだな。どこか、踏み込むなという意志も感じられる言葉だったな。今の、まあ、困ったことあったら言うんだぞ。力になるから。ふふ、そうさせてもらいます。ところで、先輩の方は何かありました？あ、まあ、いろいろあったにはいろいろあった。やっぱりそうなんですね。やっぱりって、何か知ってることがあるのか？最近上から連絡が来ましてね。先輩に助けてもらったうんぬんとか、そういう話を聞きまして。あ、そこも友達なのね。ヌエさんこういう範囲バグってる？まあ、バグってるんじゃないですか。私は、昔馴染みの友人ですけど。あ、そうなんだ。私の数少ない友達の一人なんですよ。高校で久しぶりに再会したんですけど。まあ、どことなく似てる気はしてたのよ。雰囲気とか。にしてもヌエの交友関係バグってるな。サナエとかと並ぶかもしれん。でまあ、聞きたいことを担当直入に聞かせてもらうんですけど。ヌエと付き合ってるって本当ですか？やっぱりそこまでの情報が流れてるわけね。流れ的にそんな気がしてたけど。まあ、隠してもしょうがないしな。絶対知ってるもんな、この感じ。まあ、本当だよ。そう、ですよね。ちなみに小笠は理由があるのも聞いてる？まあ、なんとなくですよ。ストーカー退治のためだとか。まあ、そういうことなんだよ。だからまあ、一時的に付き合ってるみたいな体裁になってるわけ。そういうことなんでしょうね。でも、付き合ってはいると。その指摘されたらどうしようもないんですけど。いや、どう返せと。じゃあ聞きますけど、先輩は、ヌエのこと好きなんですか？可愛いと思ってるんですか？いや、可愛いとは思うよ。普通に。ただまあ、好きかと聞かれると。友達として、ってレベルかな。可愛いとは思ってるんですね。まあ、俺の可愛い後輩に似てるもんですから。なるほど。そう言って小笠は照れたように顔をそらしてしまった。やっぱり可愛いよ、小笠は。そして好き。そういえば、今日何かしたいこととかあります？唐突ねー。いや別に考えてはなかったけど。ふむむ。なら、私のしたいことが成立する可能性もあるってわけですか？もちろん。というか小笠からそんなことを言ってくるなんて珍しい。じゃあですよ。小笠ちゃんを甘やかしてくれませんか？ん？ちょっともう一回言ってくれない？聞き間違いかな？だから、私を甘やかしてくれませんか？なるほど。やっぱり小笠、風邪ひいてるんじゃないだろうか。どう考えても小笠から検出されない言葉の羅列が出てきたんだけど。ダメならダメでいいんですけど。ちょっと、癒しが欲しいなって。いいや、別にいいけども。その割には随分片言ですね。まあ、うん。動揺は、してる。いや動揺しない方が無理あるくない？まあ大丈夫ですよ。先輩が嫌がるようなことはしませんから。そうか？とりあえず、頭撫でてくれません。ほう、ヌエも好きだったし似てるんかね、やっぱり。まあ、いいけども。あとついでに今から私がする行動には目をつむってください。はい。一応先輩は彼女さんいるんですから、ね。私からやる分には勝手なはずです。いや何やる気？まあまあ、いいから頭撫でてくださいよ。いいけども。というわけで、頭にそっと手を乗せる。ふわふわとして、触り心地のいい髪の毛に手を沿わせる。緊張で動悸が激しくなってきてるんだが。すると、小笠の方がじりじりと俺の方へ近寄ってくる。そして、俺の足の輪の中に座ると、満足そうに俺を見つめてくる。いつもより、近いですね。そうだな。照れてます？まあ。私もですよ。ねえ、先輩、聞かせてくれませんか？何をだ？そう言うと、小笠は俺の胸に顔をうずめながら声を出す。先輩は、ずっと私の味方でいてくれますか？誰よりも、他人本位で生きている先輩は、私の味方でいてくれますか？あの、傘を差し出してくれた優しい先輩は、ずっと、私の味方でいてくれますか？そして、何より、私がずっと好きな水戸葉先輩は、私の味方でいてくれますか？そこで、小笠と目が合う。その目はどこか、誰かにすがるかのような目で。俺はずっと、小笠の味方さ。
もしも、この世界で、コガサが一人になってしまったとしても、俺だけは必ず、コガサのそばにいるから。だから、安心してくれ、コガサ。もうそんなに怯える必要はないから。な。そう、ですか。ありがとう、ございます。ミトハ先輩。その日は、少し雨の降る日だった。数時間後、一人キロをたどりながら物思いにふける。結局、小笠は熱を出していたらしく、あの後俺の胸の中で寝てしまった。まあ、可愛かったから約束だったけども。ただ、なんというか、サナエが言っていることがすごく正しいような気がしてならない。よく考えてみれば、最初に小笠に会った時、あの日、小笠が傘を持っていなかったことも違和感がある。小笠は、そういうミスをしない子だと思うのだ。何より、梅雨時期、あのタイミングであの小笠が天気予報を確認してないわけがないのだ。何かはすでに起こっていたんだろうな、という感じがする。まあ、そうだとしたら小笠の凄さには驚かされるけども。だって、あのサナエ見ぬえ、俺の目もかいくぐって何かが進行していたわけなのだから。本当に、人に迷惑をかけたくないという一心なんだろうな、と思うわ。これは調べる必要がありそうですね。そこで、スマホが鳴る。マリサからか、珍しい。その内容はどうやら、遊びの誘いのようだった。というか、それなら、サナエにも声かけてみるか？白霊さんとマリサの仲を元に戻したいって言ってたしな。こういう時こそ、作戦次第でワンチャンありそうだよな、感がある。というか、考える前に動け、か。やることいっぱいですな。まだ、止まるわけにはいかないなと思った。目を開けると、そこはベッドの上だった。どうやらミトハ先輩は帰ってしまったらしい。まあ、数時間単位で時間経ってるししょうがないか。名残惜しさがありつつも、頭に残ったほんのりとした温かさに安心する。なんか、すごいこと言っちゃった気がするな。私、普段から上手にコントロールしてるつもりだったのにな。まあ、限界も近いからこうやって体調不良に結びついてるわけなんですけど。でも、嬉しかったな。やっぱり、先輩は、先輩だ。初めて会ったあの日から変わらない、大好きな、先輩だ。さっき、告白できてたらもっと良かったのかもなとか、ちょっと思ってしまう。でも、今は忙しそうだし困らせちゃうだけかもね。いつかは、言えたらいいよね。そんな日を迎えられるように、私も頑張らないと。私は、まだ、くじけない。かの有名な聖徳太子は言った。人と会うことが一番の恐怖である、と。絶対そんなこと言ってないと思うけど。あ、白霊さんじゃないですか。どうも、ところで輪廻君はなんでそんなにどうでもいいことを考えてたのかしら？まあ、会長に押し付けられた仕事をやっているからですかね。まあ、答えになってないことには突っ込まないでおいてあげましょう。で、仕事任されてるの？まあ、はい。今日は、本来ならヌエと一緒に帰る約束をしていたのだが、途中で会長に呼び止められてしまった。連絡を入れたには入れたが、ヌエには申し訳ないことをしたよな。じゃあ、私も手伝うわよ。何か手伝うこととかあるかしら？え、いいんすか？ちょうど暇してたからね。じゃあ、名簿のとこ開いてもらって、ここの紙に書かれてる人を打って言ってもらってもいいですか？了解。じゃあ、隣失礼するわね。そう言うと、白霊さんは隣に座り仕事をこなし始めた。どういうことだ？なんか、白霊さんってこういうことしてくれる印象全くなかったんだけど。そういえば、こうやって話すのは初めてだったかしらね？まあ、そうですね。小笠とかから色々と話を聞いてはいたけど。輪廻君は、みんなから相当お人よしだと思われてるみたいね。そうですか？俺自身はそんな風には思いませんけど。まあ、私にはよくわからないけどそうなんじゃない？みんながそう言ってるんだし。そうなんすね。いろいろと話を聞いていたというのは本当だったんだなと、改めて思う。というかみんな、俺をそんな風に思ってたのか、表でだけ言われてるのかと思ってたわ。でまあ、こうやって仕事を手伝おうと思ったのには理由があってね、輪廻君に聞きたいことがあったのよ。あ、やっぱそうなんですね。手伝うなんて珍しいと思ってたもんですから。まあ、私自身面倒くさがりだからね。自分の利益があることしかしないわよ。まあ、俺自身仕事手伝ってくれるならどっちでもいいですけど。で、何ですか？いやね、輪廻君は、みんなのことをどう思ってるのかなと思ってね。聞くところによると、マリサの親友なんでしょ？私のマリサと、どういう関係なのか教えてもらおうかなって。私の、ですか。そこまで言うなら、早く言ってあげればいいのでは？一理あるけど、絶対しないわよ。今度はマリサの番だからね。というかまあ、よく俺にバレてるって前提で話しかけてきましたよね。知らない可能性がなかったわけでもないだろうに。まあね。でも、昨日だったかしら？コチヤさんから連絡が来た時に気づいたのよ。ああ、この子はもう気づいてるなって。でまあ、今のあの子が相談してそうなのはあなたでしょ？だから、知ってるんだろうなって。
まあ、そうですね。というか、サナエはちゃんと連絡してくれたみたいだな。そのせいで感づかれたわけではあるが、ちなみに、来てはくれるんですか？まあ、そうね。マリサと久しぶりに遊びたいし。そうすか。助かります。これである種、第一フェーズは完了ということだ。で、どうなの？みんなのことは、どう思ってるのかしら？ああ、そういやそうでしたね。まあ、そっすねー。そこで数秒考え、口を開く。まあ、考えてもしょうがないんで、思ったままを話していくんですけど。まあまずは、サナエから、あいつは、よく考えて行動してるやつだなって思います。考えて、考えて、少し脳天気に見えるんすけど、それもキャラ付けの範疇で、話せば話すほど、芯がしっかりしてるすごいやつだなって思います。ただまあ、考えすぎるがゆえに止まりがちだなと思うとこもありますけど、ね。でまあ、小笠なんですけど。まあ、可愛い後輩っすよ。迷惑をかけたくないってずっと思ってて、人のために嘘をつくのが上手いんだろうなって。泣きたい時でも笑うようなやつで、苦しいなって思うことが多々ありますね。で、最後にマリサっすかね。あいつは、いいやつですよ。根が真面目で、誰よりも芯を持ってて。だけど、どこか優柔不断で、自分をいいように見せたがるような気がしてるんですよね。でも、それも、白霊さんのためなんだろうなって最近思うんすよ。あなたのそばに立ち続けられるように、ああいう振る舞いをしてるんだろうなと。まあ、俺の勘ですけどね。そこまで言うと、白霊さんはじっと見ながら口を開く。あの子ならやりそうなことね。でしょ？ええ？にしても、あなたは人のことをよく見てるのね。そうですか？ええ、だからこそ、頼られるんだろうけど。まあ、それなら嬉しいですけどね。それゆえ、あなたは生徒会に選ばれたんでしょうね。え？それは、突拍子もない言葉だった。あなたは、例えるなら主人公。みんなの悩みを解決して、誰よりも人を救う正義の主人公。今までの生徒会と、今年の生徒会は違うのよ。そもそもの会長の方針が違う。私欲のための生徒会であることには変わらないのかもしれないけれど。でも、その中身は、誰よりも正義感の強いあの会長らしい内容だからね。そりゃあ、違うってもんよ。そこまで言って、白霊さんは立ち上がる。じゃあ、仕事も終わったし帰るわね。楽しみにしてるわ。そう言った彼女は、誰よりも楽しげに笑っていた。当たり前のことすぎて、普段は全く考えないことを考えることってあるじゃん。最近疑問に思ったことがある。そう、この世界は、恋に優しいのだ。二次創作では珍しい扱いをされている、男女以外で付き合うということがこの世界では普通に行われている。白霊さんとマリサとかがいい例になるのかもしれない。まあ、あそこはあそこでこじらせすぎな気がするけど。あ、先輩、早いですね。お、サナエか。お前も十分早いと思うけど？集合時間より10分早い時間を指す腕時計を見ながら言葉を発する。まあ、そうかもですけど。そうじゃないんですよ。言いたいことはわかる。でもな、こういう人間だから、俺。まあ、そうですよねー。と、そう言いながら歓談していると後ろから二人組がやってきた。うっす、ミトハニサナエ。あ、マリサ先輩、白霊先輩と来てくれたんですね。言われてみれば確かに、と思っているとどうやら事情ありのご様子。まあ、霊夢がここを知らないみたいだったからな。一応道案内がてらな。まあ、そうだよな。結構入り組んでるとこだし。そもそも方向音痴だしな、霊夢は。そう言いながらもどこか距離感を測りきれていない様子でマリサはつぶやく。それにしても、ミトハが人を誘うなんて言うから誰かと思ったら霊夢とさないでびっくりしたよ。まあな、最近仲良くなることがあって、それで一緒にどうかなと。ふん、ま、いいんだけどよ。じゃあ行くか？と言ってもカラオケなんだけどさ。ま、だろうな。いつものとこだろ？そういうことだ。というわけで、俺たちはカラオケへと向かって歩いていく。その道すがら、後ろの方を歩いていたサナエが近くに寄ってきて俺に話しかけてきた。先輩は、どう思います？白霊さんとマリサか？まあ、ぎこちないけど仲悪くはなさそうだな、って感じだな。ま、そうですね。でも、最初二人で来てくれるか心配だったんですよ。あ、あれサナエが連絡してくれてたのか？はい。というよりもまあ、霊夢先輩の方から場所がわからないという旨の連絡が来まして。なるほどな。で、マリサの名前を向こうが出したとか？ですです。というかよくわかりましたね。まあ、白霊さん自体はマリサにアタックしてほしいみたいだしな。なるほど。それでわざと二人の時間を作りに行ってるみたいなことですか？多分そうだと思う。ただあの感じは、話してもない気がするけど。ま、でしょうねー。じゃなきゃ距離感をまだつかめてないってことにはならないでしょうし。だよなー。ま、あとはお二方次第ですから、任せるしかないですね。だな。まあ、大丈夫だろ。あの二人だし。そう言ってぎこちなく距離感を測っている二人の様子へと目を移す。まあ、信じてみるしかないわな。そういえば、小笠に会ったって聞いたんですけどどうでした？うん、ああ、小笠か。どこまで話していいものか。というか絶対それが聞きたくてこっちに来たな。えへ、心配なもんですから。ちなみにさ、最近小笠周りで変わったこととかなかったか？
まあ、少しはありましたよ。多分お気づきかもしれませんけど。まあ、そうだな。やっぱりあったのか。違和感程度ですけど、小傘が隠しきれない何かが起こってるなって感じがありまして。まあ、白霊先輩とかに相談しつつ、様子見って形をとってはいたんですけど。ただ多分、結構厳しい状況だろうなって感じがしたんだよ。まあ、俺も気にかけはするけど。サナエもしっかり見ていてくれよ。ええ、そりゃ当然ですよ。そう言うと、サナエは軽く頬を叩いて切り替える様子を見せる。まあ、一旦うだうだ考えるのはやめて遊びに集中しましょうか。そうだな。久しぶりの休みなんだし。今日が終わったらもうすぐ文化祭。また忙しくなりそうだなと、心の中で軽くため息をつくのだった。とりあえず思ったのは全員歌がうまいということだった。喉鳴らしに一周歌を歌い終わった時、俺はそんなことを考えていた。霊夢先輩って意外と流行りの曲歌うんですね。まあそうかもね。私、歌好きだしよく聞くのよ。それにしてもうまいですよね。どうやったらこの短期間であそこまで歌がうまくなるのか知りたいぐらいなんですけど。まあ、なんとなくよね。それでどうにかしてるもの。才能ってやつですか。軽い妬みの目を白霊さんは華麗に交わしつつ、俺の方へ話を振ってくる。で、そうそう凛音くん。どうしました。別に嫌ならいいんだけど、私のこと名前で呼んでもらえないかしら。別にいいですけど。なんでです。ん、距離を感じるからかしらね。それに私以外は大体名前呼びじゃない。あなた。まあ、そうすね。だからどうかなって。私としても関わりの深いクラスメイトとは仲良くなってたいものなのよ。いいですよ。ちなみにさん付けは。まあ、どっちでもいいわよ。呼びやすい方で。じゃあ一旦霊夢でいいですか。いいわよ。というかその呼び方なら敬語もなくしてもいいんじゃない。嫌じゃないならいいですけど。別にいいわよ。その言葉の後ろに魔理災害道でもいいものって言葉が見えた気がしなくもないが。じゃあ霊夢、よろしく。ええ、これからもよろしくね。と、そんなことを霊夢と言い合っていると魔理沙が間に割って入ってくる。はいはい、そういう友情ものはいいから、さっさと次の歌ってくぞ。嫉妬かな。別に嫉妬とかでは。いいんですよ、素直になっても何も言いませんから。俺らは仲良く温かく見守っといてやるからよ。うっせえな、こっちの勝手だって言うの。じゃあ次、マリサ先輩に曲入れといたんでどうぞ。おう、すまんな。でお前これ恋愛ソングかよ。いいじゃない、私も聞きたいわよ、マリサの恋愛ソング。ぐ、じゃあ歌うけどよ。とかなんとか言い合いながらカラオケは続いていくのだった。気づけばもう時計は18時を回り、解散の雰囲気が漂い始めていた。んじゃ、今日はこの辺りで終わりにするか。まあそうだな、明日から普通に学校あるし。学校とか嫌すぎるんですけど。でももうすぐ文化祭あるぞ。生徒会で忙しいだけで終わりません。それ。いや意外とそうでもないとは思うぞ。実際、去年はそんなに生徒会役員が仕事してたイメージないし。当日はだけども。ならまあ、ちょっと元気出ました。じゃあ、私は霊夢送ってくけど、ミトハたちはどうする。俺はまっすぐ帰ろうかなって思ってるけど。私もそのつもりですね。なんならミトハ先輩と一緒に帰ろうかな。ああ、そうするか。方向は一緒だもんな。ですです。一人で帰ると危険ですから。だな。そう話し合いがまとまるとマリサは納得したようにうなずき別れを告げた。そして、その場には俺とサナエだけが取り残された。わかってますよね。まあ、ここしかないだろ。二人でトイレのタイミング合わせたりとかしてチャンスを作ったのにマリサは動かなかった。でも、なんとなくですけど、マリサ先輩何か言いますよね。そうだろうな。今日ずっと雰囲気おかしかったし。まあ、無論勘違いという可能性を捨てたわけではないが。じゃあ十分時間は経ったろ。行くか。ですね。今日最大のイベントが幕を開けようとしていた。もちろんわかっていた。あの二人が策略巡らせてるんだろうなってことも、霊夢と私の関係を戻させようとしてるってことも。だってわざわざ霊夢を呼ぶなんてこと、ミトハならしない。なぜならあいつは、一番の身内ひいきの人間なのだから。もちろんわかっている。お前らに示されずとも、今日動く覚悟はあった。だけど、そっと心の中で感謝を示しておこう。ありがとう、二人とも。私の背中を押してくれて。私は弱虫だから、お前らが動いてくれなかったら動かなかったかもしれない。いい友人を持ったものだ。ねえマリサ、これはどこに向かってるのかしら？ああ、まあついてからのお楽しみということで。私は、霊夢を連れてとある場所へと向かっていた。私の、一番苦い思い出となっている場所へ。でも珍しいわね。マリサの方から誘ってくれるなんて。まあな。それに、今回は私の番ってとこだからな。そうね。少し嬉しそうに、だけど行き詰まった感じで返事をしてくる。なあ、霊夢。どうしたの？霊夢は、転校した後どんなことがあったんだ？あら、その話に足を突っ込むのね。まあ、正直、霊夢が来てからの数ヶ月。私は、私といなかった頃の霊夢の話を聞くのが嫌だった。自分の知らない霊夢の存在を知ってしまうのが怖くて。
何よりも、霊夢に新しくできた友人たちの話を聞くのが怖かった。それは、きっと、私が一番じゃなくなると思ってたからだと思う。まあ、いろいろあるわよ。だけどそうね。面白い話が一個あるわよ。ほう、面白い話ね。実はね、私と昨夜、いや会長と言った方がいいかしら？あのことは転校先で出会ってるのよね。え？それは、正直驚かざるを得ない事実だった。あんなによそよそしい感じ出しておいて。まあ、あの子なりの考えがあったんでしょうね。でも、私はそれでもあなたたちに伝えようと思ったの。どうしてまた、正直知らなくてもいい事実だったと思うんだけど。そうだけど、そうじゃないのよ。現に、あの子が望んでいたことが今起ころうとしてるじゃない？そうなのか？ええ、きっとね。何のことかは正直よくわからなかったが。霊夢が言うならそうなのだろう。だからこそなのよ。単純な問題はすぐに解決するんだけど。ね、複雑なのは、と、正直よくわからないことを聞かされ続けている間に目的地へとたどり着いていた。なあ霊夢、お前はここの場所を覚えてるか？ええ、そりゃね。姿は変われど雰囲気でわかるもの。ここは、あの日、私が霊夢から逃げた場所。もう開発されて姿は変わってしまったけど、あの場所だ。まるで私たちみたいじゃない？ああ、そうかもな。あの日から、私は変わった。この目の前にいる天才の隣に並び立つために。誰からも愛されるこの愛おしき人間の隣に立つために。そして、私が愛した霊夢の隣に立つために。まあ、正直な話。私は霊夢が好きだ。そう？多分気づいてたと思う。なんなら、手のひらの上で踊らされてるのかなとも思ってる。可能性がないとは言わないわ。そう言ってくれるお前に安心するよ。そう言いながら景色を見つめる。ああ、霊夢を好きでよかった。私は、きっと、霊夢を好きじゃなければ今の自分に慣れていない。あいつらみたいに芯を持った人間に慣れていない。別に、私としては霊夢が私のことを好きだろうが嫌いだろうが関係ない。私自身のエゴで言わせてほしい。私は、霊夢を好きになれてよかったと思ってる。たとえ拒絶されても構わない。私は、それだけのことをやらかしてきてるから。でも、お前を好きになって世界が変わった。価値観が変わった。誰よりも強くあろうと思えた。お前の隣に立つことの難しさも学んだ。めっちゃ苦労したよ。ここまでになるのにも。だけどさ、間違ってたんだよ、私は。なあ、霊夢、聞いてくれないか？私の本心を。そう聞くと、霊夢はこくりとうなずく。私は誰よりもお前が好きだ。だから、もうどこにも行かないでくれ。私の隣を歩いてくれ。もう嫌なんだよ。お前がいないなんてことは。まさか、ここまで言われるなんて思ってもいなかった。きっとカッコつけてくるんだろうなとか、そんなことを思っていた。マリサの努力の方向性は間違っていなかった。マリサは、みんなから愛される人間へと変わった。あの頃とは違う。私がいなくても一人で歩いていけるマリサが目の前にはいる。でも、そのプライドを捨ててまで告白してくるなんて想定外だった。きっと、当時のマリサも似たような心境だったんだろう。状況は違えど、今みたいにたくさんの混乱が起こっていたのだろう。そりゃあ、キャパオーバーってもんよ。本当は、ここで一回逃げてやろうかとも思っていた。復讐とかではない。もちろんネタだけどね。だけど、マリサは私よりはるかに本気だった。なら、その本気に応えなくて何が好きだろう？何が愛してるだろう？私は、覚悟を決めた。ねえマリサ、それは今答えを出さないとダメ？脈絡もなく霊夢はそんなことを言ってきた。まるで、あの日のオマージュのようなセリフに思わず笑いがこぼれてしまう。そう、だな。今日中に頼む、すまんな。やっぱり覚えてたのね。忘れるわけがないよな。あの人は逆になった立場で、私と霊夢は対峙している。ねえマリサ、お願いがあるんだけどいいかしら？なんだ？私が今から逃げるからさ、捕まえてよ。はい、そう言った途端霊夢は走り出す。ちゃんと全速力で逃げられているせいか、なかなか追いつけない。うし、捕まえたぞ。ふふ、本当に私のこと好きなのね。好きで悪いかよ、好きで。いやいや、ここまでしてくれる恋人を持てた私は幸せ者だなって。そりゃよかったよ。そう言うと、ぐいっと顔をつかまれて霊夢の方へと引き寄せられる。改めてよろしくね、マリサ。おう、こちらこそだ、霊夢。快晴の空の下、私たちの物語に新たな1ページが刻まれたのだった。ドシャッというカメラ音とともに俺たちは顔を見合わせる。どうですどうです？いい写真撮れました？まあな。ほら、見るか？そうして、俺は1枚の写真をサナエへと見せる。ふふ、お似合いじゃないですか。だな。よかったよ、本当に。霊夢とマリサを見ながら心の底から本当にそう思う。さて、明日からまた学校ですよ。そうだな。嫌なもんだ。それさっき私が言ってたやつですよ。先輩、文化祭ですよ、文化祭。まあそうだけどさ。準備が本当に面倒くさいから。ま、それもそうですね。頑張りましょかね。ですね。二人を見届けた俺たちは、
そのことで盛り上がりつつキロへと着くのだった。さて、頑張りますか。先輩先輩、ここ行きたいです、ここ。どこだ？はしゃぎながら地図を指す縫えを見て微笑ましさを感じる。今日は文化祭。俺は縫えと一緒に文化祭を回っていた。甘いもの好きだねー。いいじゃないですか、美味しいですよ、アイス。そうだな。じゃあ、行くか。はい。というわけで二人並びながらアイスが売ってあるクラスへと向かっていく。至る所から視線を感じないわけではないが。まあいいだろう。先輩は午後からシフトでしたっけ？そうそう。だから、一緒に回れるのはそこまでだからな。へえ、まあしょうがないんですけど。というかそれよりも前に私のシフトが来ちゃうんですけどね。ああ言ってたな、そんなこと。こんな風に一緒にいられる時間なんてそんなにないのに。まあ、そうだな。実際週1ぐらいでしか会えてないしな。それに、ストーカー捕まえられたらこの関係もおしまいですし。まあ、そういう条件だしな。失礼すぎる話だが。まあでもチャンスはくださいよ。もう一回告白するチャンスぐらいは。ね。いいよ。嫌いじゃないし、縫えのこと。む、余裕そうですね。絶対私のこと好きにさせますからね、先輩。頑張れよ。そう言って笑っている間にクラスへとたどり着いていた。さて、アイス買うか。縫えの分も俺が出したんでいいか？え、いいんですか？まあな、可愛い縫えの時間を奪ってるわけですから。きっと俺なんかいなければ他のやつと回っていた時間だっただろうし。卑怯です。へ？不意打ち人たらし野郎ですよね、先輩って。そうか？俺は思ったことを言ったまでだけど。まあ、いいです。じゃあ、お言葉に甘えておごっちゃってもらってもいいですか？ああ、いいぞ。じゃあ、二つ買ってくるわ。というわけで、二人仲良くアイスを食べつつ次のイベントへと思考を移す。次どこ行きましょうか？そうだな。縫えは行きたいところとかないのか？いやもう大方行っちゃいましたよ。そうか。じゃあ、俺のクラス行きたいんだけどいいか？え、それはもしかして見せびらかしに行くとかそんな。いや、親友を冷やかしに行こうかなってな。ですよね。わかりやすく肩を落としながらも縫えは口を開く。でも珍しいですね。先輩が冷やかしなんて。まあ、そうかもな。だけどな、そいつは最近恋人ができたばっかりでさ。それに少し協力したから報酬をいただきに行くってだけよ。なるほど。それ、超楽しそうですね。行きますか。というわけで、俺は縫えを連れてクラスへと向かうのだった。霊夢、そっち人数足りてるか？十分。問題なしよ。そんな事務的な会話を交わすだけでもクラスからの視線が集まる。あの日から数日、少し羽目を外して霊夢と話しすぎた結果がこれだ。まあいいかもだけどさ、霊夢の狙いもこれだったのかもしれないと思うほどだ。実際、私たちに告白する人物がほとんどいなくなったわけなのだから。すると、クラスに見覚えのある人物が入ってきた。よ、霊夢、順調そうか？ええ？で、その子は？あ、どうも、はじめまして、ヌエと言います。接客をする霊夢の方を見ると、ミトハとヌエと名乗る少女が立っていた。あいつはまた女子と一緒にいるのか。男子と一緒にいるとこ、もはや見たことないというレベルなのだが。あら、ヌエちゃん、よろしくね。はい。で、そうだな、おすすめのやつ持ってきてくれない？はいはい。じゃあ、マリサに頼んどくわね。というわけでマリサ、よろしくね。はいよ。てなわけで、うちのクラスのおすすめであるイチゴラテを作っていく。にしてもあいついつの間にあんなこと知り合ってたんだ？あいつには顔のいい子を引き寄せるセンサーがあるとしか思えないんだが。ね、私もそう思うわ。お、霊夢か。手伝ってあげようと思ってね。そう言いながら霊夢は私の隣でもう一杯のラテを作り始める。でも実際そうよね。私やマリサはもちろんとして、コチヤさんもタタラさんも昨夜もみんな顔いいもの。そうだよな。でさ、マリサに聞きたいことがあるんだけど。どうした？ミトハは誰が好きなの？ん？多分小笠だと思うんだよな。私の見立てが間違ってなかったら確実なんだけどな。やっぱりそうよね。でもさ、あのヌエちゃんとの様子、どう見える？まあ、恋人同然みたいな関係に見えるな。確かに、言われてみたらそうだわ。あんなに笑うミトハを見ることはなかなかないもんな。だから、どうなのかなってね。もしかしたら事情ありの可能性もあるんだけど。確かにな。最近は霊夢のことでいっぱいいっぱいだったから他のことにアンテナ立てられてないんだよ。まあ、でしょうね。実際私もそうだったし。まあ、いろいろ事情はあるだろうし聞いてみるほかないわな。ちょっと最近起こったことについてサナエにでも後で聞いてみるとするかね。じゃあ、できたし持って行ってくれるか？了解。じゃあ、午後の自由行動楽しみにしてるわね。はいはい。というわけで、霊夢は二つのイチゴラテを持って二人の元へと向かう。はい。うちのクラスおすすめのイチゴラテよ。わあ、すごい綺麗ですね。これは写真に撮っても大丈夫ですか？ええ、なんなら SNS に上げても大丈夫だからね。宣伝にもなるし。ありがとうございます。そう言ってヌエは写真を数枚撮っていた。にしても過ぎるぐらいで可愛い子だな、あの子。もしかしたら小笠ぐらい話題になってた時もあったのかも。うまいだろ、これ。ですね、これ、私見つけられてなかったので連れてきてもらってよかったです。それに、これより甘いものもいただきましたし。だろ？そう言いながら私と霊夢の方を見てくる二人。
それに合わせてクラスメイトまでもがこちらを見てくる。幸せですようだ。こういうドキドキも含めて、初めてばかりのことばかりだなと、改めて思うのだった。クラスを出てすぐに、ヌエはシフトがあるからといって急いで G クラスの方へと向かっていった。すごく名残惜しそうではあったが、そうだとしても、ギリギリまで引き止めてしまって申し訳なさもある。まあ、本人が大丈夫そうだから心配無用かもしれないが。すると、向こうから見覚えのある二人組が近づいてきた。あ、先輩お疲れ様です。おう、シフト終わりとかか？ですね、先輩もですか？いや、俺はもうすぐシフト開始ぐらいかな。あ、そうなんですね。そう言いながら少し寂しそうに小笠は笑う。なんか胸が痛くなるんだが。あ、私ちょっと用事あるんで二人で少しの間回っててもらってもいいですか？はい、俺そんなに時間ないんだけど大丈夫かそれ。大丈夫です、多分。すぐに戻りはするんで小笠のこと任せますね。まあ、いいけども。そう言って、にこやかにサナエはどこかへと行ってしまった。なんなんだ、あいつ。まあ、でも、季節して小笠と二人になるチャンスができたことは喜ばしいことではないだろうか？すいません。無理言っちゃって。いやいや、大丈夫よ。で、そうだ。小笠はどこか行きたいとことかないのか？あ、先輩はないんですか？うん。まあ、特に行きたいところとか思いつかなかったしな。なら、近くに一箇所行きたいところがあるんですけどいいですか？いいよ。というわけで小笠についていくと写真を撮ってくれるクラスの前へとたどり着いていた。一緒に写真を撮ってほしいんですけど、いいですか？いいけど。俺なんかとでいいの？先輩だからいいんですよ。そうか。というわけでクラスの中に入るとフォトスポットへと案内される。じゃあその、これつけてもらって、お揃いで撮りたいです。まあいいけど、似合わんよ。こういうの。いいんですよ。そういうのもまたギャップでいいんですから。私は似合うと思いますし。というわけで、小笠に渡されたウサギ耳をつけながらフォトスポットへと立つ。こうやって写真を撮るのは初めてかな？かもですね。あれだな。いざ撮られるとなると恥ずかしいもんだな。ふふ、ですね。すると、クラスの人が撮りますよと言って声をかけてくる。この写真は一生大事にしようと、そう心に決めるのだった。しばらくして、サナエが最初であったところへと帰ってきた。すいませんねー。無事、用事は終わりました。おう、そうか。それはよかった。で、どう？どこか行ったの？ふふ、先輩と写真撮りに行ってきたよ。お、いいじゃん。あそこのクラスね。あのクラス有名なのか？そんなに有名かはわかりませんけど。カップルがいっぱい行ってるなぐらいの印象ですかね？ああ、なるほどな。というかもうそろそろシフトなんじゃないですか？時計を見るとシフトまであと数分という時間を指していた。いや危な、よく気がついてくれた、小笠。ふふ。ある程度のシフト時間表もらってましたからね。じゃあ、楽しめよ二人とも。あと、ぜひうちのクラスに来てくれ。俺はそう残し、クラスへと向かうのだった。先輩を見届けた私たちは、一旦いろいろなクラスを回ってみるということになった。にしても、生徒会の仕事がそんなになくてよかったよね。そうだねー。だけど、準備多かったからなんとも言えない気持ちではあるんだけど。まあ、そうだね。そう言いながら準備段階の時を思い出す。毎日放課後3時間ほどの準備。ブラック企業かなとか思いながら仕事してたもんね。それに、今目の前にいるカップルみたいにイチャイチャしてる人たちもいたし。で、霊夢先輩にマリサ先輩？おっす。そっちも二人仲良く巡ってんのか。はい。というか小笠は久しぶりに見た気がするな。ですね。最近は作業の会長さんとか水戸葉先輩としてましたし。ああ、なるほど。で、あなたたちはシフトとか終わっちゃった感じ？まあ、そうですね。シフト終わりにうろうろしてる感じです。ふふ、気分ね。私たちもさっき終わったところなのよ。だな。これからいろいろ巡ろうと思っててさ。そう言いながら、がっちり恋人つなぎをして周囲に見せつけてるかのように二人は笑っている。だいぶバカップルですよねー、お二人も。あ、そうだ。暇なら水戸葉のとこ行くといいよ。もちろんですよ。さっきまで水戸葉先輩といましたし。あ、なるほど。それで遅れそうになってたのね。あ、そうだ。ちなみにおすすめのクラスとかあるか？あ、そうですねー。フォトスポットが近くのクラスにありますよ。お、いいな、それ。じゃあマリサ、行きましょうか。そうだな。じゃな、お前ら。そう言って先輩方は去っていった。本調子に戻ってから勢い強すぎじゃないかな？そういえばさ、もしかして先輩たちって付き合ってる？ああ、うん。よく気づいたね。いや気づくよ。というか、いつ突っ込んでいいものか悩んでたんだから。まあそれもそうか。あれだけラブラブオーラ出してたらな。そういう小笠は水戸葉先輩と何かなかったの？あると思う？いや、なさそうだね。少し不機嫌そうな顔をする小笠からその雰囲気を感じ取る。まあ、だってねー。先輩彼女いるじゃん。一時的とはいえ。あ、知ってるの。うん。前先輩と話した時に教えてもらったんだ。その話から、先輩の小笠に対する気持ちの強さが伝わってくる。
絶対に嘘をつく気はないんですね、水戸葉先輩。まあでも、それだけ小笠を信頼しているという証拠でもあるし。何より、付き合った後の誠実性が確証できる行動だし。まあ、いいんだけどね。付き合ってるわけでもないしさ。きっと、先輩は私の気持ちに気づいてないだろうし。鈍感だから。そうだろうね。本当に鈍感だから。あそこまで言ってあげて、この様子の小笠を見て気づいてないとか本物の鈍感だよね。最後に私の隣にいればいいんだよ。だから、頑張るんだ。ふふ、そうね。そう言いながら小笠を撫でる。そういえば体調は大丈夫？まあ、本調子じゃないけど今のところは大丈夫かな。無理はしないでよ。わかってるって。そう小笠は言ってはいるが、どこか不安が拭いきれない。私には、小笠の嘘が見抜けないから。じゃあ、もうそろそろ先輩のとこ行く？そうだね、行こっか。というわけで私たちは先輩の元へと向かうのだった。コスチュームを選びながら霊夢に声をかける。まさか、お互いにつけて欲しいものを選ぶって言ってくるなんて思ってなかったんだけど。いやいや、何言ってるのよマリサ。ようやく昔みたいに一緒にいられるのよ。数年分の欲望を出すに決まってるじゃない。はは、そうだな。確かに、こういう機会は久しい気がする。それに昔のように遠慮する必要がないこともわかってるしな。よし、決めた。お、気分ね。私もちょうど決まったところよ。じゃあ、せーので見せ合うか？いいわよ。じゃあ行くぞ。せーの。私の手には猫のセットが、霊夢の手にはウサギのセットが握られていた。ウサギか。バニーコストかあればよかったんだけどね。んなもん学校でできるか。で、マリサのは猫か。まあ、似合うし、ツンデレだし、いいかなって。そんなにツンデレかしらね。まあ、出会った頃は少なくとも。ノーコメントで、とりあえず、つける？そうだな。なんかクラスの中の奴らが生温かい目で見てきてるような気もしなくはないが。気のせいだろう。ふふ、似合ってるじゃない。霊夢こそ。やっぱ似合うねー、なんでも。ふふ。お褒めに預かり光栄ね。というわけで、二人並んで写真を撮ってもらう。なあ霊夢、これスマホの背景にしてもいいか？いいわよ。というか、私もそうしようかしらね。お、いいな、それ。というわけで二人仲良くお揃いの画面になる。ま、変えたくなったらいつでも変えていいからね。ふふ、さすがにそうそう変わらんと思うけどな。いやいや、簡単に変わるわよ。そういう霊夢はすごく楽しげな目をしていた。だってさ、これからも、今みたいに楽しいイベントがいっぱいあるに決まってるからね。はは、そうかよ。ああ、やっぱり叶わないよ。本当に霊夢が好きでよかったと、心の底から思うのだった。じゃあ、イチゴラテ作ってくるな。はい。楽しみにしてます。俺は、クラスに来た二人の後輩を対応しつつ厨房へと向かう。来てくれると嬉しいもんだな。やっぱり。そして、俺は二つ分のラテを持って二人の元へと行く。はい、どうぞ。お、これはなかなかすごいですね。これ、先輩が作ったんですか？まあな、結構練習したし。その事実に二人は関心を示してくれつつ、写真を撮っていた。そういえば、先輩は最後までシフトなんですか？まあ、そうなりそうかな。もしかしたら少し早めに終われるかもしれないけど。そうなんですね。まあでも一人抜けたぐらいで回らなくなることもないとは思うんだけどな。まあ、そうですね。なぜか人少ないですし。そう言いながらサナエはクラスを見渡す。まあ、これはちょっとしたクラス委員長のミスでな。実は、期限内に紹介のコメントを提出し忘れて紹介なしになっちゃったのよ。なるほど。それでこんなに来てる人が少ないんですね。ま、ちょっとずつ宣伝の効果も出てきてるからもうそろそろ人が来てもおかしくはないと思うんだけどな。実際、最初よりは人が来てくれてるみたいだしな。ま、だから気の向くままにゆっくりしてってくれ。はい、そうさせてもらいます。イチゴラテを飲みながら小笠はそう答えた。ほんと可愛いよな、マジで。好きすぎる。そういや、二人のクラスではどんな出し物してたんだ？あ、私たちのクラスは縁日してますね。なるほどな。面白いよな、いろいろな出し物一気に楽しめるし。ですね。それに、ちょっと景品を豪華にしてた回もあって結構な人数来てくれましたし。へぇ、どんな景品にしてたんだ？うちの学年全域で使える割引券だとか、先生の写真だとか。ああ、それいいな。いろいろな人が興味持ってきてくれそう。そうなんですよ。まあ、そのせいでだいぶ忙しかったんですけどね。嬉しい悲鳴ってやつだな。ですね。と、そんなことを言ってると、他の生徒たちが団体で入ってくる。じゃあ、俺は接客してくるわ。あ、好きなだけいてもらって大丈夫だからね。俺はそう言い残し、他のお客さんの元へと向かう。楽しんでくれてたらいいなと、そっと心の中で思うのだった。先輩が接客のために離れたのを見届けて、私は小笠に話しかける。楽しそうじゃん。まあ、ね。先輩と話せてるわけだし。ふふ、かわいいなー、この。もう、またからかってきて。いいじゃん。幸せな子を見るのが好きなんだよ。ありがとね、サナエ。ふふ、どういたしまして。
そう照れながら言ってくる小笠はまるで天使のようだった。ま、先輩もどこか行ったことだし、私たちも他の場所行きますかね。あ、先輩補給終わった？さあ、何のことやら。そう言って小笠は目をそらす。まあ、小笠がどう思ってても勝手なんだけどさ。じゃあ、行こうか。そう言って私たちは先輩のクラスを後にする。小笠はよほどテンションが高いのか私の前に出て話を振ってくる。次はどこ行こうか？そうだな。軽音部あるらしいじゃん。行きたいと思ってるんだ。へえ、いいね、それ。でしょ？ライブなんて久しく行ってなかったからさ。ああ、そうだねー。小笠？え？小笠？あ、先輩、お久しぶりです。おう、久しぶり。そう言いながら先輩はこちらへと近づいてくる。先輩と会うのも久しぶりだな。元気してたか？はい、先輩はどうでしたか？まあ、ぼちぼちってとこかな。そう言いながら先輩は頭をかく。ということはまあ、何かあったのだろうなと簡単に想像がつく。まあ、無理をしてないならいいです。はは、そうだな。そう、今日はデートの日なのである。そういや、今日何も予定決めてないけどどうするよ。ふふ、そう言うと思ってましたよ、先輩。ほう、ということは何かしたいことがあるのか？そういうことです。というわけで先輩には選択肢をあげましょう。なるほど。今から解散して帰るか、私の家に遊びに来るかの二択を先輩にプレゼントです。実質選択肢一個なんだが。まあまあ、で、どうします？じゃあまあ、小笠の家にお邪魔しようかな。じゃあ行きましょう。というわけで少しの時間が経って、私たちは私の部屋に二人佇んでいた。でまあ、家に来たのはいいけど何するんだ？え？そんなことも知らないんですか？いや、暗いけど。そんなの決まってるじゃないですか。というわけで先輩、ハグしてくれません？随分直球じゃん。というかまあ、楽しくてこのくだりやっただけだしな。そう言いながら先輩は手を広げてくれる。随分慣れましたね。まあ、可愛い恋人さんに何回もしてあげてますから。ふふ、私これ好きですからね。そう言いながら最初にハグした時に思いを馳せる。最初の時覚えてます？そやな。小笠だって覚えてるだろ？そやもちろん。まあ、あの時は精神的におかしくなってたのであれでしたけど。大変だったな、あの頃。まあ、いいんじゃないか。その結果として今こうして一緒に入れてるわけだし。それもそうですね。そう言いながら回してる手の力をそっと強くする。すると、先輩もそれに気づいたのか少し強めに返してくれる。ふふ、暖かいですね。そうだな。少し恥ずかしそうにそっぽを向く先輩に可愛いと感じる。先輩、本当にありがとうございます。どうしたんだ？突然。先輩がいなかったら私、今ここにいないかもなって思っちゃいまして。そうか？こんなに可愛い可愛い小笠にそんな感情生まれるのか？もう、先輩、からかうのはやめてくださいよ。はは、本当のことではあるだろ？まあ、先輩がそう言うのであれば。可愛いがすぎるだろ。ふふ、そう言ってもらえて幸せ者ですよ、私は。こんな私でも、可愛いと言ってくれる人がここにいる。先輩は、いつまでもそばにいてくださいね。何言ってんだ？そばからいなくなるとでも？ふふ、でも、わからないじゃないですか。いやいや、当たり前の話をしたまでのことよ。俺にとって小笠は一番大事な人なんだし。先輩。まあ安心しろって、ずっとそばにいてやるからさ。その言葉、信じますよ。そう言うと、先輩は笑って私の頭を撫でてくる。好きですよ、先輩。なあ小笠、少し目をつむってくれないか？はい。まあ、別に構いませんけど。すると、先輩がバッグを漁る音が聞こえてくる。どうしたんだろ、本当に。いいよ、小笠。目を開けて。そう言われ、目を開ける。するとそこには、小さな指輪が置かれていた。先輩、これは？まあ、なんというか。今日って付き合って、年目だろ？だから、その記念と今後の意思表示を含めてって感じかな。え、じゃあ。思わず指輪の方に視線が向かう。なあ、小笠。俺とずっと一緒にいてくれないか？その言葉に思わず固まってしまう。ああ、なんて私は幸せな人間なのだろうか。そんなの。答えは一つに決まっている。もちろんですよ、水戸葉先輩。そう言うと、嬉しそうに先輩は顔を緩ませる。よかった。小笠にそう言ってもらえて。当たり前ですよ。だって、私は水戸葉先輩が大好きなのだから。だから、本当に。そこでハッと目を覚ます。夢、か。久しくあんな夢を見ていなかったような気がする。あれこそ、私が望んだ世界。ねえ、先輩。本当に、あなたは私の味方でいてくれますか？私には、もう、信じることしかできないから。だから、先輩。わがままな私になっちゃダメですか？
そんなことを、目に入った作り物のイルカちゃん人形に話しかける。確か、これも先輩と一緒に撮ったんだっけ。懐かしいな、あの頃。願わくば、もう一度。